イラストノートっていうイラスト専門誌があるんだけど、それの中村祐介特集号っていうのを10年ぶりぐらいじゃないかな、多分。まるまる一冊特集を組んでいただいており、それが7月の22日に発売されます。どういう内容かっていうとね、今年で大体大学卒業して25年。 なんだよね。今で46歳だから21に卒業してるから、そうだね。25年。まあ卒業したばっかりの時はイラストレーターという肩書きは別に名乗ってなかったというか、名乗りたくても名乗れない。なぜなら仕事がなかったからなんだけど、とはいえ、今と一緒みたいな絵を描いてたんだよね。で、大学の中で演劇とか映像の試写会とかのポスターを描かしてもらったりとかして、それで何もらってたかって言うと、まあもちろん学生同士だからお金ないから、 学食のカツカレーをおごってもらうとかだったんだけど、まあ、それも仕事っちゃ仕事なわけじゃん。だからその辺からずっと自分の25年の1年1年の これがキーになったみたいな。例えばさっき言ってた学生時代に書かせてもらった映像作品の中に後ろに貼ってるポスター、あい、美術って言うんだけど、ああいうので書かせてもらったその時の監督さん。僕が大学に残って助手やってた時の、まあ、その時助手やってた方なんだけどね、北条さんっていう方なんだけれども、その方今ね、何やってるかっていうとみんながやってるような謎解きゲームってあるじゃんかいろんな街でやってる。あれの主催してるんだよ。 北条利ょさんっていう方。だから調べたら多分出てくると思うんだけれども、その方に書かせてもらって、で、卒業してからしばらくして、初めて、角川、今ちょっと角川のサーバーが偉いことになってますけど、まあそれは置いといて、 初めて書かせてもらった文庫の、だから書籍のカバーって、その北条さんのやつだったんでね。ひなの魂っていう、だからそういうのが載ってたりとか、で、こう、こう、こうでこのお仕事は来てみたいな25年分が1年につき2つずつだから50作品載ってて、この年はこれでこういう新しいこちょ挑戦がしてとかここで。 何て言うか、ファン層が広がってみたいなんとか、それがなんか中村祐介の25年みたいなコーナーだったかな。で、あとは、これ、副題ついてて、中村祐介のワークスタイルってついてるんだよ。どういうふうにこう、仕事を受けていくかとか、ギャラの決め方はどうしてんのかとか、まあ、んていうか、文章だけのコーナーがあったり、あとは、僕のメイキングだね、最近の代表作品、例えば、 コンバースのスニーカーも今売ってないですけれども、3月の29ぐらいまでだったかなあれ、1月から3月の29で3ヶ月間ぐらい売られてましたけど、限定で。それのメイキングだから、あのスニーカーの絵柄ができるまで他にどういう絵柄があったのかみたいなドワーっと載ってたりとか、まあもちろん味ンのメイキングも載ってて、マラソン、大阪国際女子マラソンとか、朝田メとかのそのラフバージョンとか、下書きバージョンとか、アイデアスケッチのものとか、 そういうのが結構大量に載ってる。余剰版もある。で、それに対してその紹介、解説めちゃくちゃ大量に書いたので、多分ね、本としてかなり、まあ、いつも画集だったらね、そんなに文章を書かないから、絵だけ見て、みたいな感じになっちゃうところを、そういうメイキングとか解説とかがドワーっと絵付きで載ってるみたいな。そういう本で、あとは対談。対談は、えー、渡瀬製造さん。イラストレーターの大先輩渡瀬製造さん。この間、 渡瀬先生とお会いさせていただいた、対談させていただいたのが、これはもう一つイラスト紙があって、イラストレーションっていう、イラストレーションの方が先にこう観光されてた古い雑誌なんだけれども、イラスト紙で。で、そのイラストレーションの対談で、の特集語を組んでもらった時に初めての対談で、渡瀬先生とさせていただいたぶり。 だったから本当と12、3年ぶり経ったんだけど、私先生のそのスタジオというか、常設展示場みたいなのがあって、東京にそこをお邪魔して、最近のお話とかさせていただいたりとか、もう一人対談二つあって、今も来てくれてるんだけど、ゆいあいさんっていう、京都に住んでいるイラストレーターの方がいて、 で、その方は僕よりちょうど20歳ぐらい下なのかなもうだから世代の違うこのイラストレーター、上の世代の方と下の世代の方と対談して、そのイラストの仕事というものに対してこう話すみたいなこともしてるから、多分、どんな世代の方が読んでも、あ、これは私だ、これは僕だ、みたいな、そういう目線が持てるような本作りにしたので、ぜひ7月の22日、楽しみにしていてください。それに伴って、7月の20日って2日 先駆けてなぜか <laughs> このイラストノートの発売記念トークイベントを発売してないのにするという。というのも、その会場では先行発売されるんだよ。で、そこでどこかっていうと、京都の津田屋書店、えっと。昼過ぎぐらいから夕方ぐらいまでで、その後はサイン会があってっていう感じで、まあ、サイン会がメインなんだけどね。そこで先行販売されて、 で、その時、ちょうど同じタイミングで、その対談してくださったイラストレーターの UAI さんの特設コーナーみたいなのもできてて、そこで UAI さんのね、イベントとかでしか買えないね、グッズを増産してくれて、そこに置かれるみたいなので、UAI さんのファンの方は、で、例えばコミティアとかさ、デザフェスとかさ、みたいなイベントに行けなかった、本当は欲しかったっていう方は、そこ行ったら、 あの、帰る。ただ、その、ゆえいさんのグッズに関してはその日だけじゃなくて、多分一1ヶ月ぐらいずっと買えるから、まあ、そのイベント来れなかったとしても、まあ、京都遊びに行く際にちょっと、京都の伝え書店に行ってもらえたら7月の20日ぐらいから多分、あの、並ぶと思うので、ぜひ行ってみてくださいっていうのと、その、まあ、イラストノートと、そのイラストノートのトークイベントで、トークイベントはちなみに配信ある。配信。 なので、あの、いけないっていう方もぜひ配信の方で。で、まあ、それも改めて X でね。うん。ちゃんとアナウンスしますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それとは別のダイヤモンド社さんから観光予定の大人向けイラスト教室っていう名前じゃないんですけどね。タイトルはまだ考え中。まあ、それに参考のために、一週間前ぐらいにマシュマロでいただいたご質問、お悩みを読ませていただきます。中村先生、質問です。 現在、三姉妹の次女が今年受験で、今勉強を一生懸命やっているのですが、なかなか成績が上がらず焦っています。時々頑張れとありきたりの声をかけしかできてないのですが、本人はできなくてイライラして口喧嘩もしばしば。メンタルが弱った時、先生ならどうやってメンタルを復活させますか またそんな人にどのように接したら良いとかアイデアいただけるとありがたいです。今は今日発表のグラニフ T シャツを買ってあげてやる気出してもらおうかと思いますが、てんてんてん。思いますびっくりでよくないここ。だってさ、僕の T シャツなわけでしょ <laughs> ここの点々点にあるやつってさ、グラウニフ T シャツを買ってあげて、やる気を出してもらおうと思いますが、点々点。中村先生は、もう中学生とかには人気ないので、喜んでもらえないと思うんですが、みたいなことが隠れてるってことでしょれ <laughs> や、さすがにその通りだと思うから、もう何も言い返せないよ。まあ、いいんだけどさ、そうだね。この、次女の方に対する、受験中でイライラして当たってしまうっていうか、 向こうが当たってきてるからこっちも余裕持てなくなってくるみたいなことに関して、なんて声かけてあげたらいいのかというのと、その時に、最初から何の質問よこれ。絵のことじゃないやんが何がお絵かき Q&A やねん。<laughs> お絵かき関係ないよ。だって美大受験なんですがとか違うんでしょお絵かき全く関係ないんだけど、まあ、答えますね。僕だったらね、お金あげる。<laughs> 当たり前やないか。 大人はお金もらわない仕事せえへんくせに、なんで子供がお金もらわんで勉強頑張ってくれると思ってんねん。しかも、お母さんが好きなだけでようわからんイラストレーターの T シャツプレゼントされるし、もうめちゃくちゃそれはイライラするで。<laughs> 言ってて悲しくなってきたえー、みんな、S サイズと SS サイズまだあるから、ストレンジャーシングルズの T シャツ、よろしくお願いします。<laughs> 悲しくなってきた。悲しくていや、でもそうじゃん。実際。 親が多分好きっていうことだから、親御さんからこうやってメッセージをいただいてるわけで、受験してるこの次女の方から送られてきたやつじゃないからね。だから僕だったら受験で予備校のテストとかで、一番点数が悪かったその教科、これはもっと頑張ろうね、みたいな教科のそのテストの次の点数が1点上がることに、 その次のお小遣いを100円ずつアップする。だから30点上がったら3000円アップする。いや、もうちょっと上げてもいいかもね。もし高校生なんだとしたらじゃあ3000円もらったかって何も買えないじゃん。200円かな ?1 点上がるごとに200円とか、例えば10点上がるまでは、 1>, 1点ごとに100円だけれども、10点以上上がったらその倍にしちゃおうかなーってね。<laughs> 10点だったら1000円だけど、15点だったら3000円いっちゃおうかなーみたいな。ランカブボーナスみたいな。なんかそういうとこだと思うんだよね、結局。この次女の方からしても、なんで私受験してるんだろうって、僕も大学の時も思ってたもんね。ぶっちゃけ。美大行くことに興味はあったんだけども、当時のさ、美大受験で私立でもさ、 私立ね。デザイン学科大阪芸術大学で20倍とかさ。<laughs> もうすごいじゃん。今で言う国公立みたいなやつじゃんか。で、国公立すごいよ、当時の。東京芸大とか京都一律芸術大学とか50倍とかだよ。<laughs> どないなっとんねんみたいな, <laughs> な感じだったんだけど。でも僕、高校2年生から母の勧めでゲーム会社とかに将来的に。 あの、興味あるんだったら、未来行って、パソコンの使い方とか覚えた方がいいよ、みたいなこと言われて、親の勧めがあって、後押しがあってというか、受験をしだしたから、それは時にはやっぱり、なんでこんなん行かないといけないのまあ、その時はアホやからさ、自分のことわかってないし、ネットがないから自分がどれぐらいのレベルかってわかってないからさ、 で、お母さんとかお父さんにはめちゃくちゃ褒められるわけよ。もう、あなたは天才ね、みたいなこと言われてたからさ、マジで胃の中のカードでさ、僕ぐらいの才能の天才児だったら、 大学とか行かんでもすぐカップコン入れるんちゃうみたいなこと思ってたから、なんで美大なんて行かないといけないのみたいなことを言ってたぐらいアホやったんやけど、で美大行って自分より上手い人たちがゴロゴロいて、<laughs> それを打ち砕かれて、あ、大学来てよかったなって思う <laughs>。 <laughs> 僕はいけるわけないやんかとか思ったん、ね、その時。1年生の時点で思ったんだよ。ただし、当時受験してる時はなんでやらなあかんねんっていう思いも100%じゃないけど、やっぱり時にはしんどい時とかはあったし、多分このお父さんかな、お母さんかな、かな親子さんが大学行った方がいいんじゃないって思っているところも多分あったと思うので、それだったらそういうふうにものじゃなくて、 いやもう本当に嬉しいですけど、グラニフクの T シャツあげるぐらいだったら3500円あげた方が絶対この子喜ぶ悲しいよ自分で言ってて泣ける でもこの子のためや、だって親がプレゼントしてくれた、こういう、こういう音楽聴いてみろよ、みたいなお父さんに言われたりとか、お母さんにこういうお服着てみたらって言われたもので、後々大人になってから、これありがたかったかな、と大学と一緒で気づくことあっても、当時は喜んでるふりしてたけど、なんでお金じゃないんだって、だってさ、みんなもさ、会社のさ、 仕事がさ、現物支給になったらどうすら明日から野菜とかになったら会社辞めますってならない今さ、お金だからやっぱりさ、お金ももらえればそこそこやり合いあるわみたいな感じで明日も平日頑張るかみたいな目標一番しんどいなみたいになるけどさ、でもさ、これ現物支給やってみ例えば中村祐介会社とかがあったら現物支給でトランスフォーマーとかになるんだよ。いや、これ高いやつなんだからね、とか言って。 知らんや、みたいな感じになるじゃんか。だから、その子の次女の方の欲しいものは自分でもう決めれると思うので、やっぱりお金でその点数が伸びる、その一番悪かった教科の伸び率に対してお小遣い、その月だけアップしてあげるとか、 言うことをしたらめちゃくちゃやる気出ると思いますけどね。そういうことに対して、まあ、口喧嘩してしまう私も不甲斐ないみたいな、どうしたらいいんだろう、ね。<laughs> イライラしてしまって喧嘩しちゃうとき、娘さんと。でも僕も、あれなもんな愛犬のポンちゃんとお散歩中に時々喧嘩しちゃうことあるもんな <laughs> そっちさっき行かないって言ったでしょとか、ポンちゃんもう歩いてとか。<laughs> 喧嘩しちゃうことっていうかイライラしちゃうことがあるんだけれども、なんかその時にいつもやっぱり思い直すのが、まあ、特に動物とかはそうだけど、こっちが頼んでお家に来てもらったわけでそもそもね。まあなんか子供の側からさ、もう最終兵器のさ、一番多分親からしたら悲しくなるさ、産んだって頼んだ覚えないんだけどみたいな。 あるじゃんあ、例のあれ。あれた悲しくなると思うけど、でも子供から言われたらそれはあの悲しいと思うけど、親の側はやっぱりそういう気持ちになっといた方がいいんじゃないかなって思いますね。余裕なくなる時も。 例えばその大学のことにしても、そっか、私が行けって言ったところもあるもんなー、みたいな考え方をしとけば、うん、お互いにこう謝れるんじゃないかなと思う。さっきはごめんねっていうのが早まる。まあ喧嘩は絶対するよ、でも。人同士がいたらね。それはしょうがないと思うけれども、早いところ、謝れたらいいですよね。そういうふうにしてね。グラニック T シャツ、ね。こんな知らないイラストレーターの人の、<laughs> t シャツプレゼントしちゃって、お母さんが悪かったって、そろそろ口聞いてって、<laughs> どんなんやねん。よろ、もうちょっと喜んでくれよ。もう知らない人でも喜んでくれるよう頑張って、一生懸命頑張って書いてるんだけど、まあ、地女の方はそんな知らないもんね。<laughs> まあ、そんな感じですかね。 じゃあ次のご質問に行きたいと思います。そろそろ絵のやつ読みたいよね。こんばんは。イラストを描く仕事を最近始めたものです。最近始めたってすごいですね。始めようと思ってなかなか始められるものじゃないですもんね。会社とかなのかな。うん、仕事で初めてデジタルに触れたのですが、すごいね。デジタルイラスト今まで描いたことなかったのにイラストの描く仕事につけたっていうことはこの人よっぽどうまいんですね。で、 手ブレで線が波打ってしまいます。手ブレ補正を50くらいでキツキツに、まあ最強100だと思うけど、100にやっちゃうとね、本当に変なところに線がビヨンって飛んじゃっちゃったりするからね、勝手に判断して。50くらい。てか僕も同じ悩みを持ってますが。だから、線画はそのデジタルで書いたことがないね。何回か試したことあるんだけど、 今度のあのイラストノートにちょうどラフの時点でデジタルで線画を描いたことは今まで1回か2回ぐらいあってそれが載ってるからどれくらい僕がデジタルのそので線引いたのがブレブレかっていうのはそこでも確認してほしいんですけどわかりますわこれ50くらいにキツキツにかけても手ブレしてしまいますどうしたら改善しますかこれはね多分なんだけどイラスト描く仕事最近は始めたものですっていうことだから 一番最初に多分 iPad とか買わないと思うんだよね。多分なんだけどね。一番最初は、アンドロイドのちょっと安めの、なんていうかタブレットとペンとか、あとは、板タブっていうの。板タブとか、ああいうのだったら5000円以内で売ってたりするから、一番最初から高いものに手出さないと思うんだけれども、やっぱりね、 デジタルはね、パソコンもソフトも、液タブ、板タブとかペンとか全部そうなんだけれども、高ければ高いほど、紙に普通にペンで引いたような感覚に近づいていくから、そこを節約してるんだとしたら、別にそのデジタル初心者だとしても、お仕事でやるんだとしたら、あの、お金出しちゃった方が早い。マジで。僕、iPad で書かせてもらったとき、ビッグ。 僕の割といいウィンドウ使ってるんだけど、それで書いてもブレ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 って絶対補正かけてるのになっちゃうぐらいだったのに、こんなに紙に書くように書けるんだ。それはみんなこれ使うわけやなーって思いましたね。うん。なので、この方は iPad と Apple Pencil。もし、でもそれで買って、 ているんだとしたら、別にデジタルで書かなくてもいいんじゃないかと思うね。線画だけだったら、別にデジタルで書こうが、紙にペンで書いて取り込もうが一緒だと思うね。線画の段階ではね。なと思って、いや、iPad と Apple Pencil 使ってるんです。それでも納得いく線にならないんです。っていうんだったら、仕事の場合だから慣れるまで待つってできないから、 別に紙に書いてきれいにスキャンする方法っていうのを探した方が早い気はしますけどね。はい。もしやでも iPad と Apple Pencil を使ってなかったら一回ヨドバシとか行って試し書きしてみたらいいですよ。びっくりすると思うので。はい。 どこかの誰かの作品に似てしまっていたらどうしようという恐怖が付きまといます。アイディアとかかなどんなことなんだろうね。まあこれだけしか送られてきてないから、ここからしか判断することできないんだけれども、恐怖が付きまとってどうなるんだろう書けなくなっちゃうとか、筆が止まってしまいますとか。でもそんな言われたんかもね。 いや、言われたんじゃないね。見たんだろうね。多分、その作品、私の僕のやつのパクリじゃないですかとか、ファンの人が、これってこれのパクリだよねって言ったりとか、そういうので炎上してんのを見ちゃったりとか、特に SNS やってたら、やっぱりそういう話題ってキャッチーだから、トレパクとかパクリとか、やっぱり目に入ってきちゃうよね。見たくなくても。で、そうなると、あれ、 自分のもしかしたら無意識だけどそうなのかもって思っちゃうよね。うん。じゃあそういう時にどうしたらいいかっていうのは、似てしまうっていうのは表側の問題でしょ 側の問題なんか、それって、なんか例えば書いているキャラが似てるとか、構図が似てるとか、色合いが似てるとか、だけだと思うんだよ。似てる似てないって言われてんのって基本的にそれだけでさ、それで絵を半透明して上に重ねてさ、完全に一致みたいなんだよ。<laughs> あれが怖いってことでしょ <laughs> ただしね、ここを誤解したらいけないのは、アイディア、 っていうものは、単なる今までの記憶の蓄積でしかなくて、オリジナリティがあるように見えてるアイデアも組み合わせがうまいだけで、 完全にオリジナルなんていうものはこのようにおそらく存在しないんですよ。存在してたとしたら全然つまんないものなんですよ。人の夢日記みたいなの読んだら思うじゃん。今日から夢日記つけますって言ってさ、あ、そうなんだって思ってさ、1日目ではつまんねえと思って読まないじゃん。他の人、あれ面白くないよね。夢日記ってね、つまんないんだよね。なんか無意識から出てきてるものってあんなにつまんないんだなと思うよね。だから、まあそれみたいなもので、基本的には人は人のパクリなんだよ。僕らが、 日本語喋ってるのはパ <laughs> パククリリようにパクリでしょこれ <laughs> で日本語は中国語のパクリなように言葉の文字だけでもそうじゃんかなんから全部パクリなんだけれどもパクリなんだとしたらだったらパクっていいじゃんってことじゃなくってその側っていうのは絶対に偶然であってもどっかで似ちゃう可能性はあるんだなっていうようなことを念頭に置いてだっ ただ何をしたらいいかっていうのは内容をきちんと考えるってことだと思うんだよ。内容をパクリ見たことないもん。で、内容がもし似た感じ、例えば青春の切なさみたいなことで、みんな今頭の中にもやもやもやと青春の切なさを表現してくださいって言って、例えば書いたとするよ。イラスト一枚で書いてくださいって言った時、全員の頭の中に違う絵が浮かんでると思うんだよね。だから、アイデアさえ、 自分の中から出てきたものであったら、別にたまたま側。 外側の絵柄であったりとかが、うん、構図であったりとか、キャラクターであったり、そういうのに似てても、パクリだなんて多分言われないと思うんだよね。毎回パクリだって言って騒がれるのって、あんまり売れてない、例えば漫画とかでしょ。で、めちゃくちゃ、ね、昔ファッション誌からトレースしてた、あの漫画とか、この漫画とかは言われないじゃん。なぜなら <laughs>、もうそれ以上に内容が面白いから、その他、あ、そういえばそうだったね。ってでも、絵柄なんていうものはその程度のもんでしょうみたいな感じでスルーさ みたいなね、だからまず内容というものは絶対にパクリはないし、誰かからのそのテーマに感銘を受けて出てきた内容であっても、テーマも一緒で側も一緒のふうに書くなんていうのは、まず意識的に案内で起こらないから、だからまあ内容のところに注目してみたらどうかなと思いました。それで怖くなくなると思うけどね。うん でえー、次のやついきたいと思います。何から描いたらいいかわかりません。もともと絵を描いてて、就職などで10年ほど全く描かなくなりました。いざ描こうとしたときに何を描いたらよいかわからなくなりました。描けてた時の自分とのギャップもあるのか、進まないのがさらに描けなくしている気がします。で進まないって何が筆がってことかなうーん 絵を描き始めたばっかりじゃないってことだね。ずっと絵は描いてたんだけれども、絵とは関係のない。もしくは関係あったとしても、絵描くというよりかはデザインの仕事とかについて、10年ぐらい忙しくしてて、そうだよね。10年ぐらいしたらちょっと仕事落ち着いてくるもんね。慣れるっていうかね。余裕が出てくるよね、気持ちにね。そこでもう一回、昔、そういえば自分絵描いてたなーっていうのを思い出して、 そういえば、絵描いた時のアカウント10年間止まってたなーって、ピクシブとか、あの、ツイッターのお絵かき赤とかを見直してあー、その時のフォロワーさんは、あーまだ描いてるんだなー。私ももう一回そこ仲良くしてほしいなーとか思って、多分、じゃあもう一回絵描くかってなったんだけれども、何を描いたらよいかわかんなくなったんだよね。描くものがない。これ今のでも話とちょっと繋がっててさ、 テーマテーマみたいなことを考えたときにさ、マジでこの人20歳でぐらいで就職してるとしたら30でしょ ?30 でわざわざ絵にして人に言いたいことってなくない <laughs> わざわざだよ。なんか人に言いたくなることってあるじゃん。友達とか。いや、ちょっと聞いていて、昨日さ、こういうことがあってさ、とかさ、こう、部長がこんなこと言って、ムカついたんだよね、とかはあるけどさ、この絵にするような、なんていうか、自問自答、<laughs> 孤独の悩みとかさ、わかんないけど、なんとかの美しさとかってさ、<laughs> もう言葉で伝えれるしさ、友達いるからさ、わざわざ絵にして、そんな何十時間もかけて、 一枚二枚は描けると思うけど、なかなか自分の中からもう湧き上がるものっていうのは、10代、20代の頃から比べると、あるっちゃあるんだけど、絵にしにくいんだよね。過去の自分を引きずっていると。もしその人の作風とかが、これ前もね、同じような質問があってね、その話をしてたんだよね、ちょうど。 なので、そっちもまあ聞いてほしいんですけれども、うん、やっぱりね、年齢によってね、各テーマというか、格こつけなさんみたいなのがすごい重要になってくると思っていて、なんか例えばで、よくあるのがさ、音楽、ミュージシャンとかバンドとかの歌詞でさ、自分はこれだけ孤独なんだ、 誰も自分のことなんて分かってくれない。世の中バカばっかりだ、みたいな。何の救いもないみたいなこと書いといて、それが売れちゃって、ご結婚して、幸せな家庭持って、その後何にも歌えなくなっちゃう、みたいな。歌ったとしてもファンの人が、え <laughs> お結婚してんのに孤独とか言っちゃうみたいな <laughs>。そういうとこあるじゃん <laughs>。なんかさ、ちぐはぐになってくるというか、作風とその人の、その時の生活っていうのがずれていくんだよね。作風を大切に持ち続けるってことは。みんなでもさ、別にそういう創作じゃないにしてもさ、ない昔、このアニメめちゃくちゃ好きだったとかさ、子供の時にめちゃくちゃ大切にしてたぬいぐるみだから捨てられないみたいなことあるじゃん。でも、心に、 聞いてみると、正直なことを聞いてみると、今興味ないけど、惰性で続けているものとかってあるじゃん。なんかさ、もう私はこれが好きなキャラだから言われるじゃん。あ、なんとかのアニメ第3期発表されたね、見るんでしょう、うん、みたいなさ、もうあ実は飽きてんだけど、みたいな <laughs> と。人からのそのキャラもそういう風になっちゃってるみたいな。で、その中で、この人の自他共に認めるキャラクターっていうのが、絵を描く。 私というか、絵を描くあなたっていうような、そういうようなことになってるんだと思うんだよね。だから、僕はまあ、こういう方に毎回会ったたびに、あの、言うのが別に描かなくてよくないっていうのと、別に描かなくていいような精神状態になったからこそ、まあ、やっぱり絵っていうのはもう、 本当に究極的にどこまで行っても、究極の一人遊びだと思うんだよね。究極の自問自答、究極の自己完結だと思うんだよね。絵ってね。自分一人で完結できるしね。自分一人でアップできるしね。別にね。だから、人と何か幸せみたいなもの,のを共有するというか、その体験みたいなことの方に、割とこう人生の中の幸せを感じれるような、まあ言うたら全 どうな精神状態になったってこと。だから絵を描かなくても幸せを感じれてる時間が多分10年ぐらいあったはずだから、無理くりそんなに10年前に戻らなくてもいいんじゃないって思うのと、でも、それでもやっぱり何かは描きたいんですっていうことなんだとしたら、今楽しいこととか、今苦しいこととか切ないこととか、そういうものを 昔はそういうのって書かなくってもっとロマンチックであったりとか、なんていうか難しげであったりとか、そういう格好つけたようなテーマしか書けなかったけど、気になってたパン屋さんに入ったら、そのパンがめちゃくちゃ美味しかったら、そのパン書きゃいいって話なんだよ、本当はね。<laughs> 美味しそうにね。<laughs> も,もう本当にそれだけだと思うんだよ。で、本来絵っていうのはそういうものだと思うんだよ。別になんていうか、その人の内面を伝えてるものなんだけれども、その内面っていうのは、 別にそういう難しげであったり悲しげなことの方が深いみたいなことっていうのは、まあ10代とか20代前半ぐらいしか多分ないその共感だと思うんだよね。なので別にそこに優劣みたいなのもないから、だから今生活している中で、例えば会社今嬉しかった仕事が成功したとか上司の人に褒められたとか初めて自分が任されたプロジェクト、 を、に奮闘しているとか、別にそういう絵でもいいんじゃないかなと思うので、日記のつもりでやるっていうのが、肩の力抜いて、そして評価も気にせず、日記のつもりでやるっていうのが、もしかしたら一番、もう一回描けるっていうきっかけに。で、後々慣れてきたら、なんかいろんな絵描いたらいいと思うんだけど、最初はあんまり重く考えない方がいいっていうか、過去の自分に縛られない方がいいんじゃないかなって思います。はい。 英語で問い合わせがあったとき、英語と日本語どちらで回答すべきなのか、価格の提案は日本円でいつも通りの価格で良いのかと、ああ確かにね、物価違うもんね。悩みます。クライアントファーストで考えると、この場合のクライアントっていうのは個人個人のやつだからもしかしたらスケブとかにて海外の方から依頼いただいたとかそういうことなのかなどうなんだろうね。 えー、英語でお答えすべきでしょうか。翻訳があるので、なんとか書いた文を変換してお送りしていますがあ、Google のやつとかでね、こちらの言いたいニュアンスが伝わっているか不安です。お友達のイラストレーターさんに聞くと、依頼する側が合わせるべきという意見の方もいて、賛否両論あると思うのですが、中村先生の対応を知りたいです。今回募集している内容とずれているようでしたら飛ばしていただいて大丈夫です。いや、そんなことないです。もう何でも受験のお悩みから何から何から。 何までででってて感じななので全然れはいないんんすけど賛否両論あるんだ僕は英語で問い合わせ来たら英語で返した方が絶対にいいと思う。なぜなら、その人の母国語も英語じゃない可能性があるっていうことを、例えばフランスの方から問い合わせあるけど、頑張って英語使ってくれたりするんだよね。その時に、もうここは日本やぞって日本語で頑固に返しても、なんかしょうがないっていうか <laughs>。 <laughs> そんなことせんでえええやん <laughs> こんだけ Google とかで精度のいい翻訳の機能が出てるんだから。で、問い合わせ来たら英語で返したらいいんじゃないって僕は思いますけど、英語がわかんない。翻訳機に日本語突っ込むだけっていう時に、翻訳のああいうの全般にそうなんだけれども、日本語って、まあ今僕が喋ってる言葉も含めてなんだけれども、割と砕いて喋っちゃってるんだよね。 主語がなかったり述語ががななかかかっったたりりとかね私は何々だから何々ですじゃなくて私は何々だから私が何々ですなのかあなたはどうしますかなのかわかんないけどその辺って結構はしょっちゃってるじゃんか僕こう思うけどどうみたいなさそれぐらいあの書き言葉も割と正しい文法から離れてしまってることあるから小学生の時の作文書くみたいに今日は僕は あれおばあちゃんの家に行ってみたいな作文あるじゃんか。あれみたいな感じで、めちゃくちゃ丁寧な日本語でまず入れる。いつもの書き言葉で入れない。めちゃくちゃ丁寧に入れる。日本語をね。で、翻訳してもらったものをもう一回、今度は英語のとこにぶち込んで、日本語に翻訳してもらう。で、最初の入れた日本語と最後の日本語が一緒になってるかを見る。それで精度を測るって感じ。それで、あの、やってみたらいいんじゃないですか。でそれぐらいやっ 出たら、あんまり外れたことには絶対にならないから、で、向こうも日本って母国語が英語じゃないっていうのはわかってるから、あ だいたいこういう意味言ってくれてるんだろうなっていうのは受け取ってもらうのでトラブルは多分ないと思います。で、値段値段どうなんやろうねやっぱりこれも国によって違うからね。僕が高く今なってる国、安くなってる国、日本と比べてね、あるので、まあこれも日本円で自分の感覚でいいんじゃないかなと思いますけどね。よっぽど開きがない限り、1.5倍以上開きがない限りは、まあ一緒ぐらいでいいんじゃないかなって思います。で、気になるんだったら、そこで同じような、なんていうかサービス それこそその英語だったら英語、フランス語だったらフランス語とかで Google で検索かけてみてだいたい相場がどれくらいなのかみたいなことで調べてそれでその時はその値段にするみたいなことをやってもいいのかもしれないですね。例えばルールとかって結構違うからもしこれが個人依頼じゃなくて企業依頼とかだったら結構気をつけるべきポイントみたいなのは違うんだなって今回あのストレンジャーシングスのやつ書かせてもらってあ そこってそういう印象を受けるんだ、みたいなことって結構多々あって、なんかトラブルがあったわけではないんだけどね、全然ね。なので国によってそういうところは違ったりとか、例えばクリスマスが全然ない国もあ,あるのに、クリスマスをサンタさんとか書いちゃっても伝わんないとか、だよね。あの、江戸とか伝わんないしね。まあ、そんなのわかりやすいじゃんか。なので、はい。中村先生、はじめまして、30直前の人間です。 仕事やプライベートがいろいろ落ち着き始め、これさっきのと似てるよね。就職して10年経って絵をまた描き始めたんですけどっていう感じのとちょっと似てるね。やることがなくなったのかまた絵を描き始めました。一緒だね。これさっきの方とやっぱり30前後でこういうことで起こるんだね。やっぱり自分は絵が好きだったなみたいな。とはいえ30直前だからまだ若いと思うし人生をかけて上手くなっていきたいと思いますが、 本を読んでその乗り方やポイントを試してみたり、自分が好きだと思う人の模写をして研究してみたりして、最近一生懸命に書いています。あ、すごいですね。今まではあまり真剣に書くことがなく、落書きばかりしていたので、絵を完成させる経験をもっと積まないといけないと自分では思うのですが、やはり下手すぎてめげます。上手くなりたすぎて絵柄などもぶれます。どうしたらよいでしょうかうーん。 やりたいんだけれども、久しぶりに書いてるから、この方もなんか自分の思い通りにいかないっていうか、だから28とか9とかで、仕事ではこんなプロジェクトも任されちゃってるのに、えー、なんか高校生みたいやな、みたいな、恥ずかしい度が高くなってんだよね、10年分ね。10年書いてなかったんだけど、10年分溜まっちゃってるもんね。で、ずっと書き続けてる人の10年にはなかなか叶かなわないもんね。昨日今日ではね。そうだよね。 うん、で、あとは欲が深くなってんだね。うまくなりたすぎてるんだよね。で、評価されたすぎてるんだよね。今多分ね。多分ね、絵の答えになったら、急にこう自分の考えが全てみたいに、多分自分が支配できる世界じゃん。絵ってね。スノードームみたいなもんじゃんか。全部ぐるんと自分のものにできるっていうかさ。 おぼっちゃま君っていう漫画の貧乏っちゃャまがハンバーグ食べれないからハンバーグ絵にめちゃくちゃうまく描いてそれを見ながら白飯食うっていうのをしてたけれども、まあ、それみたいなもんじゃん欲しいものを全部手に入るっていうかだからなんかちょっと何て言うか自己中心的な考えによってしまうのかもしれないんだけれどもでそういう時に陥りがちなのがあの、ね、絵柄などがブレますっていうやつなんだけれども 絵柄ぶれてるとか、どの作風に決めたらいいんですかっていう質問いただいて、 で、絵見してもらったら、別にブレてないし、作風多くないしあ、よくあるじゃん。2010年この絵描いてました。2015年この絵描いてました。我ながら別人みたいって自分で突っ込み入れてるけど、僕から見たら、いや、一緒の人が描いたように全然見えるんだけど、と思うんだけど、とかさ、合表でさ、どの作風に統一したらいいんでしょうかっていや、4枚ともさ、一緒の作風って。<laughs> だから、描いてる方からしたら、す すごく自分の作品に対してのその認識が、うーん、大きくなっちゃってるとか、っていうか自己評価が高くなりすぎちゃってるんだよね。なので、そこはおそらくなんだけど、この方の絵今見てないから、なんとも言えないは言えないんだけど、おそらく絵柄などブレますっていうのは、多分気のせい。で、本当にブレてる人っていうか、いろいろ作風を持ってるっていう人って、マジでプロになった人ぐらいしか見たことないから、うん、多分気のせいだと思いますね。 で、その前の、まあ、絵を完成させる経験もっと積まないと、うまくなれない。で、やはり下手すぎて、めげます。うーん、そうだね。なんか、お仕事大変やな。<laughs> まだお疲れ様と言いたい、この人には。かなり仕事のストレスが溜まってる。そして、頭皮の場所として、絵を、 もう一回書き出してると思うんだ、多分。だからコンテクめちゃくちゃわがままになってるやん。完成させたくないけどうまくなりたい。でも、完成全然させてないからうまくなれないから、なんかアップしたくない。みたいな赤ちゃんみたいになってるやん。え、えかくこの人赤ちゃんみたいになっとるやん。多分ね、仕事もプライベートもめっちゃ頑張ったのよね。 だからここでぐらい赤ちゃんでいさせてよっていうのが全部絵に。<laughs> お絵かきベイビー。おぎゃおぎゃ状態。<laughs> おもちゃ買ってくれないとって言って、おもちゃ屋さんの前で泣いてる子供状態だよね。どうしたらいいのみたいなね。う そうだね。<laughs> まあ、とにかく <laughs> いつ、いつもお疲れ様ですと言ってあげたい <laughs>。それさえ言ってもらえたら、この人は全部がもっと柔らかくなる気がする。誰も言ってくれないんだよね。こんだけ仕事頑張ってんのに、全然なんか思ったように褒めてくれないもん、もうええかくって言って。<laughs> 昔くわって、私なんてもっと絵描いても褒められるんだからね、みたいな感じに多分なっとるんちゃうかなと思うんだけど。 だから、こんな、なんていうか、僕が今から言うことなんて、そんな正論叩きつけられても、そんなことは本に書いてましたで、みたいな。そんなこと聞きたいわけじゃないんです。私褒めてほしいだけなのっていうことだからね、これ、これ書いてんの。何行ぐらいあるね、これ。20行ぐらいあるけど、褒めて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 って、Google の翻訳に突っ込んだ褒めてと3文字が出てきたから、 多分そうだと思うんだけれども、ただ、まあ、その成功法なことを言うと、まず、絵を上手くなる方法は、落書きではなかなか上手くなれない。っていうのもなんでかっていうと、落書きっていうのは、余白を残した書き方って言ったらいいかな。大抵の落書きってさ、鉛筆でシャ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 と書いたりとか、今だったら iPad とかなのかな。で、色もラフにつけて、あくまで落書きなんで、みたいな感じで、まあ、アップしたりするんだろうけれども、 まあ、とにかく言い訳を残した書き方、それが落書き。で、言い訳残してるというか完成させてないから可能性も見出してる書き方、それが落書きなんだけども、完結させてないから、その絵が悪いところもごまかされるんだよ。見えなくなってるんだけど、いいところも実は見えなくなっちゃうんだよね。だから自分が何ができて何ができないかっていうのを自分で判断つかなくなっちゃうから、絵がだんだん上手くなっていかないって積み上がんないんだよね。だから 失敗するんだったら絶対ズーデーンって転んだ方がいいみたいな感じ。で、転びそうな時変な姿勢取ってさ、逆にスマホ持ってる手片手で支えちゃって手折れるわ、スマホバキバキだわみたいな。だから転ぶんだったらマジで転んだ方がすり傷一つで済んだのにみたいなことあるじゃんか。それみたいなもので。 やっぱりね、絵は上手くても下手でもどっちでも、まあ僕から見たらどっちでもいいんだけど、だって別に上手い絵が好きなわけじゃないからね。僕は別に上手いからって言って魅力を感じる絵なんて別に存在しない。なんか内容が面白いというか素敵な上に、まあなお上手かったら見やすいなぐらいかな。上手さってその絵の見やすさ 言葉で言うと敬語みたいなものだから技術なんていうのは。敬語使わなくても伝わる人は伝わるじゃんか。なんかこの人失礼やけどおもろいなとかさ、失礼やけどなんか気持ちは伝わってくんなみたいな。そういうところだから別に絵の中でうまい下手みたいなのをめちゃくちゃ重要なことでは、まあプロになるんだったら重要なんだけれどもね。 ある程度のうまさみたいなものはね。だから、まあ、とにかく、落書きあしてもいいんだけれども、落書きしたとしても、色つけて、よし、完成って、軽くでいいから、色つけて完成って、アップできるぐらい、アップできるラフレベル、落書きからラフ、ラフから本書きみたいになっていくと思うんだよラフぐらいはちゃんと完成させて、で、とにかくみんなの評価を見てみるっていうことをしたら、どんどんうまくなると思う。 とにかく見せるってことね。X とかにアップするんだったら、マジの落書きとかだったらアップできないじゃんか。だから、ちょっとは色つけないとなとか思うじゃんか。それでだんだんと絵は上手くなっていくと思うので、その辺から始めてみたらどうかなって思うけど、まあ、この人の気持ちわかる。こう、赤ちゃんモードになっちゃうこの人の気持ち。褒められたいんだよね。生活において多分この人がめちゃくちゃ頑張ってるところを見てくれてる人間が周りにいないんじゃないかなと思うね。うん、だからこの絵 なんていうか、他のところで、わーっとなって、赤ちゃんモードになって、褒めて褒めて、バブーってなっちゃうっていう、わかるね。うん。いや、だからお疲れ様ですって感じですね。うん。で、えー、次のやつを活かしてもらいます。岡村、まあ、先生、こんばんは。いつもイラストやスペース楽しませていただいております。ありがとうございます。 10年くらい細々と絵を描きながら生きてきて、自分の絵を描く動機が絵描きでいたいからだと分かってきたんですが、描きたいものをひねり出すのが結構苦しいです。今日結構あれだね。似てる感じだね。なんか描きたいものが分からない系のやつが結構多いですね。でも絵描きでいることをやめたくありません。この方はこのイラストはずっと描いているけど、別に仕事にしたいとかそういうわけではないし、仕事にしているっていうわけでもない。 っていうことなのかなで、絵描きっていうのは、絵が得意な自分っていうことだね。職業名じゃなくてね。うん、絵描きでいることもやめたかりません。好きなものやこと、自分が楽しんで描けるものを探しているのですが、だんだん分からなくなってきました。何か良い方法がありましたら教えていただきたいです。大人のイラスト教室。あ大人のイラスト教室ってタイトルいいですね。でも下ネタみたいだけどね、なんか。<laughs> 大人のイラスト教室とか深夜のイラスト教室って言った途端に何かを、あんよしてんのかと。僕だけか。昭和の脳はあれだよ。大人のってついただけで、習慣大人の絵本が頭をよぎってしまってね。うん、大変ですね。で、まあ、辛いですね。でも、さっきも言った通り、いや、マジでね、20代の時とか、例えば10代の時とかって、絵を描くテーマというよりかは、無限に不満があったよね。 10代とか20代の時ってなかった。なんでもかんでも不満持ってた。つまんない。面白くない。暇。みたいなさ。そんな感じあったよね。だから、それを全部絵にできたんだけれども、それって、やっぱり、単にお金がないのと無知だったんだよね。だから、それが不満につながって、たくさん絵が描けるっていう状態につながってたんだなぁ。 で、僕の場合はそう思うんだけれども、で、まあ、働いてたら、例えば高校時代のお小遣いと比べたら絶対に、あの、自分で使えるだって、お、なんか、これ買ったら、お小遣いで漫画買ったら親に怒られたみたいなのは、まずないわけじゃんか今はね。おそらくね。で <laughs>、未だに怒られてたら、ちょっとそっちをお悩み相談に書いてほしいんだけど <laughs>、もう30なんですけど、漫画買ったら親に怒られるんですって <laughs>、言うのあったら、いえ、そっちそっち <laughs> お悩みそっちだよみたいなことになるんだけど、まあそれないじゃん。だからそう考えると不満って一個一個自分で解消していった結果、よく考えたら今、例えば不満に思うとか、絵にしたいほどめちゃくちゃ幸せなことなんだろう。うーん、なんかよくわかんないなみたいなことになるんですけれども、僕がね、ちょっとこの方のこの何て言うか、 送ってくれたお便りで気になったのが、この絵描きで痛いから。 で、っここがもうめちゃくちゃ重要ってことなんだよ。この人のこと。中ではね。だからこれ職業じゃないと仮定してお話してるんだけれども、絵が描けるっていうこと自体がもうアイデンティティになってるっていうか、これさ、別の世界のものがアイデンティティになってしまっている状態っていうの。例えばオタクっていうこともそうじゃないあ、私オタクなんで、僕オタクだから、みたいな。オタクはこういうのに弱いんだよねっていう時のオタクってその人のもはやアイデンティティ。 っってな主語となっているっていう感じやんか、でこれ、ほぼ同義だと思うんだよね、絵描きで痛い,いからっていう、でもね、よく考えてほしいんだけど、これ、気持ちは分かるんだけれども、絵描きって行為のことでしょう。 で、行為がアイデンティティになってるって、寂しくないそれってさ、なんかさ、いつまで経っても満たされない状態なんですっていうことだと思うんだよ。で、例えば、その人がその人たるゆえんみたいなことを考えた、例えば友達から、ねえねえ、僕となんで仲良くしてくれてんのって言われた時に、例えばその人が結構お金持ってて、毎回ご飯行ったらおごってくれるとして、え お金持ってるから、みたいなこと言われたらさ、いや、本当だとしてもそれ言わんといてよって思うの。<laughs> 正直すぎるやろで、っていうか、その視線というかその目線寂しすぎんって言って。<laughs> だったら、お金持ってる知らん人と言ってよみたいな思うじゃん。どって僕のいいとこって違うとこで賞味プンプンってなるんだけど。<laughs> それは失礼ってわかるじゃんか。で、この人がこの人にしてしまってることも同時に失礼なんだよ。 やっぱりその外部の要因みたいなお金を持ってるとか、語が上手いとか、例えば昔だったら足速いとか、楽器弾けるとか、そういうものが自分の能力みたいなところがアイデンティティだと思っている状態っていうのは自分で自分に対してずっと傷つけ行為をしてしまっているっていうことを まず、覚えておいてほしいんだよ。別にいいんだよ。自分は絵を人生描けてるんです、みたいなこともいいけれども、だけれども、あなたの周りにずっとそばにいてくれてる人は、多分なんだけど、あなたが全く絵描いてない、この10年で離れてないでしょう。ってことは、あなたが思ってるあなたのアイデンティティと、友達とか、あなたのことを好きな人が、あなたのことを思っているあなたらしさっていうのが、 全く別のところにあるわけもっと内面なところにあるわけ。もし、それに気づけたら、なんてありがたいんだと思うんだよ。人間関係っていうものは。だってさ、その人が後天的に、 さあ、身につけたそういう、社会的なそういう、なんていうか価値のある絵がうまいであったら、例えばわかんない。お金持ってるとか、いいところ、会社に就職してるとか、わかんないよ。いろいろあると思うんだけどそういうのじゃなくてさ、そうやって内面を見てさ、ずっと仲良くしてくれている相手なんてさ、人生に何人が出会えるかわかんないしさ、仲良くなれる可能性だって何パーセントあるかわかんないぐらいさ、奇跡のようなありがたいものなわけ。それを、 考えたときに、一体何が書いたらいいかわからないって言っている寂しさに気づくと思うんだよ。絵描かなくてもあなたのこと好きだよと言ってくれてる家族とか友達おるやろ。なんでその人たちのこと書いてあげれへんねんって思うわけ。なんで自分のことばっかり考えちゃってんのって思う。 だから好き、自分の友こと好きでいてくれている人ね、せっかく持った能力なんだからそこに活かして、好きな人の好きなものを書いてあげるとか、好きな人自身を書いてあげる、似顔絵描いてあげるとかね、もうすごい、あのすごい抽象的な話なんてわかんなくなっちゃうと思ったから、あれ、わかりやすく言うと、似顔絵描いてあげるとか、その人の好きな芸能人書いてあげるとかっ別によくない最初は。最初はね、だから何が描きたいかわかんないみたいなところまで自分を掘ってしまうっていうのは、 やっぱ僕も、それ、だから経験あるんだよね。自分ってもう掘り尽くしてね <laughs>。もう引き出し、ひっくり返っても何も出てこないんだよ。もうそこ探した、みたいな。誇りしか出てこないよ、みたいな。だから自分は自分が思ってるほど深い人間というか、なんていうか <laughs>、高尚な人間では、やっぱりないし、ナルシスティックになれるんだったらそうなのかもしれないけれども、やっぱある程度の年齢に行ったらね <laughs>、どうしようもないなって自分で自分のことをみんな思うわけじゃんか。ただからそんな自分のことを マンチックになかなか描けないと思うからさってなると描けなくなっちゃってだからわかるんだよめちゃくちゃ僕もねそうだとねうん。だからなんか人が好きなものを描いてあげようっていう風にシフトをするとめちゃめちゃ楽になったしそこまでなんていうか絵のことに関して自分が自分で絵を例えば僕がイラストレーターであることっていうものをアイデンティティーを思わなくなってから楽に絵を描けるようになったしね だからといって別にアイデンティティを持ってないからって、一生懸命やってないとか、そこは全然話が違うんだけどさ。でもさ、例えば僕、一枚の絵に大体、100時間ぐらいかな。そうだね。1日12時間ぐらい作業をして、大体、10日ぐらいで仕上がるってことは、まあ、そんなもんか。100時間ぐらいだと思うわ、多分。100時間かけてさ、できたーって言ってさ、描いた絵でさ、ポンちゃんに愛犬のね。 見せても何なんそれみたいな。そんなんええから早くお散歩行こうやって言われるわけ。<laughs> できたーって言ったケントシクンクンクンってにおって、ふ、うんって。<laughs> 紙とコピックマルチライナーのインクの匂いしかしてん <laughs> つまらんみたいなね <laughs>。そうだね、みたいな。ってことはでも逆にさ、考えるとさ、なこれ絵描けないのにポンちゃん僕のことなんていうか一緒にお散歩行こうよって誘ってくれるんやと思ったら、あ、なんてポンちゃんありがたい存在、愛おしい存在ってよ。今度なんかお仕事で犬のモチーフ出たらまたポンちゃん描こうなんて思うもんだよ。 だからまあもうちょっと気を楽にするのと、あんまり自分のアイデンティティみたいなものを絵描きでいたいみたいな、絵描きイコール自分みたいな感じで考えるのから離れた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、次の質問。中村先生、こんばんは。先ほど、 意味がわからない模写の質問をさせていただいたものです。わかりにくい文章ですいませんでした。これは多分2回前の放送の時のっていうことなんだけど、まあ、改めて読ませてもらいます。今、イラスト、漫画よりコミックイラストってことかなの練習をしているところというより始めようとしているレベルです。練習に模写がいいといろんなところで読んだので模写を始めたいんですが、先ほど先生が例に言われたように、女の子はこの漫画家さんみたいに書きたい。 男の子は別の漫画家さんみたいに描きたいという感じです。キャラごとに違う絵柄を模写して練習として効果があるのでしょうか特に困ったエピソードではないんですが、これが気になって始められてない状態です。よろしくお願い。<laughs> 何初めてなかったんかいちょっと待って、本読んでるだけじゃん、この人。初めてから送ってよ。せ、めてさ、書いてみてさ、男の子と女の子の絵柄が別々の人を模写して影響を受けたから離れすぎちゃってて、同じ画面に入れた時に、異世界転生みたいになっちゃってるんです。どうしたらいいですかそれはねって答えるんだけど、本で読んだんですが、やるとしたら、女の子はこの漫画 漫画先生の模写、男の子はこの漫画家先生の別の模写をして、そうなると違う絵柄になると思うんですけれども、まだ始めたわけじゃないんですが、だからそこが気になって始められてないんですと。<laughs> という言い訳を送ってみましたみたいな。だから、めんどくさいんでしょ。<laughs> いやだからね、こう質問送るときやっぱりね、本音言わないといけないよね。めんどくさい。<laughs> めんどくさい。要はこれさ、これ長々と書いてくれたけど、そういうことじゃん。そこを努力して、だんだん自分の絵にしていって、最終的に同じ画面に収まっても違和感のないようになるっていうのが、年月どうやらかかりそうなので、めんどくさそうなので、まだ書き始めてませんっていうことだからね、これってね。でもね、もみんなね、本当にね、 最初はね、そうだったと思う。絵を今描いてる人って、いつから描き始めたんですかみたいな。絵を描いてない人から質問されるんだけれども、絵いつから描き始めましたかっていう質問ほど意味のわかんない質問ってないよね。絵って言葉、文字よりも先に描いてるもんで、今絵描いてる人ってそれ単に続けてるだけなんだよ。だから、 え、いつから書き始めたかって質問に対して答えるのは多分3歳ぐらいじゃないですかっていう答えしかないと思うし、で、あなたも3歳の時書いてましたよねっていうか、小学校低学年まで書いて、それやめちゃっただけでしょで、それでやめて、校庭に遊びに行ったでしょドッジボールし始めたでしょその時に教室で一人残って書いたのが、この俺だよみたいな。<laughs> えみたいな。 <laughs> なんで泣いてんのか分かんないんだけど <laughs>。だから <laughs>、その頃ってもう子供じゃん。子供の時に、僕の時を、僕はでも男の子で世代も違うから、筋肉マン、セイントセイヤ、ビックリマン、ドラゴンクエストのスライム、ドラえもんとか、その時流行っていた漫画、自由帳とかに小学校2、3年生の時とかに書いたけど、ピッコライフさん、セーラモーン、 ねルクナーさん、セーラームーンの模写いっぱいしてた。30代後半。やっぱそうだね。メカちゃん、セーラームーン。で木村さん、ジャンプです。ブリーチワンピー。ミーさん、本番は子供の頃模写してたのはカードキャプター桜とか。あれミーさん設定130歳じゃなかったっけ子供の時、貸本漫画を模写してたって僕聞いたんだけど、新聞漫画か貸本漫画か、ノラクロだって、あの前お聞きしたんですけど、普通にカードキャプター桜 <laughs> カードキャプター桜って言った <laughs> ゆいあいさん、キラリンレボリューションとか名探偵コナン、犬屋舎あへぇーキラリンレボリューションっていうのが僕もうわかんないもんね。うぜっこは,はるさん、えー、ジャンプ漫画、リボーンとか、ディーグレ。だからディーグレとか略されたら僕わかんないんだって。なんなんディーグレって。謎 D7 知ってるんだけどね、僕が表紙かあはミーさん、あ、すいません。ノラクロウです。<laughs> そうでしょ ユタさん、自分のぬいぐるみ書くのを卒業してから犬やしゃとかワンピースとか、あ、自分のぬいぐるみ書いたんだね、ータさんはね。へえ、子供の時にね。 うーん。ユニークな子供ですね。自分の思ってるぬいぐるみをもう一回書くって。なんか手に入れたものは書かないみたいな子供の時の欲望として。そうじゃなかったよね。あとクランプ先生の作品。あ、クランプ先生の作品はど、もどの世代の方も何かしらが刺さってるよね。あと高橋のみ子先生ってやっぱりクランプ先生は偉大だね。どの世代の方に聞いたとしても高橋のみ子先生がクランプ先生の作品が入ってたりするもんね。 これってやっぱすごいことだよね。なんだ。皆さんありがとうございます。ってみたいな感じで、例えば男の子描くときは犬やしゃみたいになって、女の子描くときは、例えばそのカードキャプター、さくらが、ま、でも、お二方とも似てないことはないか、男性キャラ描くときに北斗の件になって、女の子キャラ描くときキャンディキャンディになるみたいなことまで、まだ離れてないもんね。だけど、まあ、離れてたとしても、 子供の時だからそんなこと考えてないんだよね。とにかくうまい絵をこう映すというか、憧れてるんだよね。カードキャプター桜をクランプ先生のタッチみたいになるまで描いてみたいっていうことだけで、子供だからさ、そこにさ、オリジナリティ出そうなんて一個も持ってない。なぜなら、オリジナリティなんていうものは絵が上手くなってから欲望が出てくるようなところじゃんか、 ある程度書けるようになってから自分らしさもやっぱり欲しいなって思っているからオリジナリティがどんどん生み出したいというか生まれていくようなものだと思うからね。で、この方は大人になっちゃっているからやっぱりちょっと恥ずかしいんだよね、その辺が。そのまんまになりすぎても恥ずかしいし、みたいなことがきっとあるんだろうね。ただね、子供の時に思い出してほしいんだけれども、まあとにかく続けていって、 で、邪心を働かせずに。だって今やろうとしてるのは練習なわけで、オリジナリティを獲得するための手段ではないわけ。画力をアップするための練習。作品じゃないんだよ、これ。筋トレなんだよ。だから筋トレにオリジナリティとかいらないでしょ。筋トレのフォームの美しさを誰か見てっていうやつうざいじゃんか。<laughs> 近所のお兄ちゃんが筋トレしてて、見て見て、見,見て、みいな。 このバーベルの上げ方、かっこよくないみたいな。<laughs> 言ってきた、うざいなと思うじゃんか。それみたいなもんじゃん。これって練習してるって分かってんのに、認めてほしいみたいなことが起こっちゃってるから、じゃなくて、今練習だから、だから別に男の子のキャラクター、何々先生に似てて、女の子のキャラクター、何々先生の各、そのキャラに似てて、分離しちゃってるみたいなのを練習だから別にいいんだよ。 だそこで、次はじゃあその先生っぽいやつはちゃんと書けるようになったから別の方のやつも書いてみようみたいなしていった中でドレッシングが混ざり合うみたいに最終的に気づいたら出来上がるものがオリジナリティってものであって作ろうと思って出来上がるものじゃないからね。書いて書いて書きまくった結果 ただできちゃったものがオリジナリティであるからね。自分らしさを探して、どっかから持ってきたオリジナリティなんて、誰かの何かを取っただけだから、結局オリジナリティにはなり得ないし、それ以外の絵描けなくなっちゃったりするからね。だから、まあ、とにかく今は気にせず、そういうスケベ心を出さずに評価されたいとか、オリジナリティ出してみたいなスケベ心を出さずに、ククを覚えてるんだと思って、 だってさ、そんなにオリジナリティが大切なんだったらさ、学校教育とかでもそうだけれどもさ、2人が死っておかしくないオリジナリティなくない ?2 人が 5! オリジナリティあるね、中村くんは これ天才だねじゃないじゃん。二人が5バシンって叩かれるじゃんか。だから、今それやってんのに、なんで二人が5って、キョロキョロキョロ褒めてくれないかなって。いや、それ褒めないよ。だって練習なんだから、それ。基礎作りのための練習だからね。だから、今は練習だと考えて、あんまりそこは考えずに、とにかくひたすら書きまくって、その先生が書いたんじゃないのみたいに見間違うぐらいまでちょっと高めてください。で、それは飽きたら別の先生の書いたキャラクター、また書いてみたりとかしてみてください。 練習は練習だからね作品じゃないからねで、えー、次のご質問に行きたいと思いますたまにイラストレーターさんとインスタ等でつながってその直後に「あなたのやりがいはどんなイラストレーターを目指していますか?」と質問攻め DM が来る時があるんですがあれ何なんですかね知らないよ送ったことないしいやイラストレーターは絶対そういうの送ってくるみたいなあるの <laughs> なんちょっと待って。たまにイラストレーターさんとインスタ等で繋がって、だからイラストレーターさんが送ってくるんでしょあなたに。あなたのやりがいはどんなイラストレーターを目指していますかそれね、多分イラストレーターじゃなくて、イラストレーターを名乗ってる、情報商材やってる人なんじゃないで、そっから聞いて、今の仕事やりがいありますか副収入でイラストでもスマホ一つ持ったらこれだけ稼げますよ じゃあ、こちらの LINE グループにどうぞの人だと思うから、それ、それ多分ね、気をつけた方がいいと思う。 で、プロフィールにしかイラストレーターって書いてなくないその人のイラストをどっかの媒体で見たことあるよう考えたら多分見たことないでしょで、Google で検索しても、その人の情報損セミナーの名前が出てくるだけ。もしくは、インスタのアカウントが出てくるだけで、でやだとそういう人って収入とか、夢とか言ってくるんだよね。自分は、脱サラして何年で売れっ子イラストレーターになりました。今やフォロワー何万人とか言ってさ。<laughs> 怪しいから気をつけなねそういうの。情報商材だから。 ほとんどで、その人多分イラストレーターかもしれないけど、イラストで整形立ててなくて、商材で整形立ててる人だから、まあ言うなれば半分詐欺師みたいなものだから、そういう人って。だから、そうやってインスタ等で繋がった直後に、僕が聞くんでしょだから、あなたそんな仕事やってて楽しいですかみたいな、僕が言うんでしょ離れた方がいいって、僕から、そしたら。<laughs> なんか売りつけようとしてるって、あなたの生活それで満たされてますかみたいなことでしょこれって。やっば <laughs> やばすぎる。その人そのうちグループライン誘ってきて、で次50万円の CD ロームの教材とか売りつけてくるから、で成果出るか出ないかあなたの努力が足りなかったからですとか言って詐欺じゃないんですって絶対言ってくるから。で、それで名簿を渡されて騙されたとか言ってても、次から次へ空気清浄機とか浄水機とか、なんかジュズとか <laughs>。 いろんな人がやってく、潜在とか、いろんな人があなたのもとにやってくると思うので、早いとこその人とは、あの、縁を切るというか、まあ無視しててもいいと思いますね。だって、失礼じゃん。あなたのやりがいはとか、絵描いてて上から目線って何 えってだって子供も描けるんだよ。<laughs> それ続けてるからただお仕事になってる。ありがたくお仕事させていただいてるだけなんだから。子供と一緒やねんからさ。それで子供やのに上から目線って。子供やから上から目線なんか。そうか。子供やから上から目線なんだね。どんなイラストレーター目指してますか。でもこの人も絵描いてるってことなんか。どんなイラストレーター目指してますかって聞いてくる。<laughs> でもいないのに、合表を送ってくる人みたいなやつだね。アドバイスしてくる。クソバイス。<laughs> やつだね。僕もさ、それさ、一番やっちゃいけないなと思って気をつけてるもんね。聞かれないと絶対に、その人の絵は公表しない。褒める感想は伝えるけどね。あの、あ、すごい可愛いねとか、すごい素敵だね。でめちゃくちゃうまくなったね、みたいなことは言うけど、頼まれてもいないのに、送ってくる人でもいるんだよね。うん、まあまあ、無視してていいと思います。はい。 絵を描いていて、ふとこのアイデアはどっかで見たものをそのまま出力しているのではないかと不安になることがあります。特に独創的なアイデアが必要とされる場面です。中村先生がそのように不安に襲われた時、どのように対処しているか知りたいです。またもし普段からそのような感覚に陥らないように、あ、だからこれはあれでね、別にさっき,さっきのあのタッチが似ちゃったらどうしようとか、なんかアイデアかぶりしちゃったらどうしようみたいな。 こうしたもの来たけど、まあ、まさに、全くそれと一緒だと思うんですけれども、まあ、 多分ね、やっぱりさっきの答えと一緒になっちゃうんだけれども、アイデアっていうのは変わったところみたいなことじゃんか、それって。アイデアって他の人がやってないからこそ、あまり見たことないようなものだからこそ、それはアイデアはアイデアって呼ばれるものであって、本来アイデアっていうのは、その人の中から浮かんできたもの。つまんない発想力であっても、よくあるアイデアであっても、アイデアは本来アイデアだけど、この人が言ってるアイデアっていうのは、やっぱりこういう独創的なっていうところだよね。で 独創的なっていうところは大抵独創的じゃないから、あるんだよ、すでに。もうどんなものでも世の中に。で、その時に、さっきも言ったんだけれども、必要になってくるのは絵の内容。伝えたいことが、そのアイデアを通して何が伝えたかったのかっていう部分まで共通するわけはないから、そういう部分を今一度大切に思い返してみてくださいっていうことと、僕が、 不安に襲われた時そういうかぶってたらどうしようかなってだからその時のために自分ならではの必殺技というか絶対あまアイデアが 例えば、なんかさ、昔書いたけどさ、あの、金魚鉢の中にさ、女の子が、浴衣着てる女の子がいてさ、その髪留めが金魚のこの尾ひれみたいな形になってて、金魚を表してる。で、浴衣の模様も金魚っぽくなってるみたいな。まあ、金魚の擬人化って言ったらいいんかな。そういう絵を描いたんだけれども、こんなもう1億人ぐらい描いてきたアイディアだと。<laughs> <laughs> ベタ <laughs> ベタなんだよね <laughs>。で、分かってるんだけど、でも書きたくなって、で、その時に、やっぱり僕が思ったのが、とにかくまあ思いついてしまったから書きたいんだけれども、例えば色であったりとか、その絵で置いて伝えたいことであったり、そこはきちんとしようと。 思ったね。そのアイデアはね、ポンと思いついたんだけど、それに果たして本当に意味があるのかどうか。で、意味がなくて思いついちゃったやつは、大抵どっかで見たやつ持ってきてるだけだから、本当に今描いている絵に対して、そのアイデアっていうのが密接に結びついてるかっていうことね、仕事において。で、それが結びついたら、例えばパクリアーみたいなこと言われないから、結びついてない時にパクリアーみたいなことを言われるわけ。 だからまあ、その内容っていうものを今一度直してみてもいいんじゃないかな。で、せいそれによって、不安までだからいかないよね。もう多分こんなん誰も書いてるよな。でも僕だったらこういう書き方しいよう。なぜなら、 今回のお仕事はこういうのを伝えないといけないから、みたいなことを考えて、あ、なるほど、だからこれこういうふうに書いてるんか、みたいな見た人に思わせる。そうすると、金魚鉢に金魚が擬人化した女の子が入ってるみたいなよくあるけど、あ、確かにこの本の内容に合ってるもんな、みたいなんだったら、こっちでこの絵見ました、みたいなこと言われたことないからね。だから必然性があるかどうかみたいなことも結構重要になってくるんじゃないかな、と。 思いますね。別のことで、例えば不安に襲われたとき。最近なんかあったかな不安になったこと。うーん。でも本当にあんまりないんだよね。うん、不安まで行くってことは。心配が募って不安になるって感じなんか、どうしようどうしよう、手も動かないみたいな感じでしょう。 うん、ないかな僕は。<laughs> そんなこと聞いてないって。お前の話やめろって、ね。自分語りやめれって。<laughs> ないかな <laughs> 異常者。<laughs> さっきのやつと一緒。やりがいってありますかめ <laughs> お前の話やめれって <laughs>。そうね、不安になった時にどう,う対処しているかっていうと、そうやってでも理知的に考えるっていうか、あんまり感覚を僕は信用していないから、こうだからこうこうこうって分かるまでちゃんと自分の中で掘り下げて考えるから、なんか言葉にできないんだけど、ぼんやり浮かんじゃってみたいなことだったら、それこそ不安になるから僕はそのアイデアは書かないようにするかな。だって不安になりたくないじゃん。 <laughs> ちゃんと自分の中で言葉にしても整合性が繋がっているものしか、やっぱりなかなか。まあでも、イラストの仕事ってやっぱり聞かれるからね、ここになんでこれ書いたんですかみたいな。聞かれるから言わないといけないから、ちゃんとね、ラフ出す段階とかでね。まあまあまあ、僕の場合はそうしているから、一回言葉に直してみるっていうのはでもいいかもしれないね。この不安に襲われた時今自分が何に対して不安を抱えているのかっていうのって、 自分の中で思ってることって言葉にまだなってないんだよね。ぼんやりとした雲みたいな状態なんだけど、言葉で、要は書き出すってことね。ノートとかにね。ノートとかスマホのメモ帳とかでもいいんだけど、文章化するっていうこと。そうすると、本当に自分はどこ、何を恐れてるのかとか、そういうのが多分全部わかると思うんだよね。自分の弱点もいいところも。うん。だから一回自分の気持ちを整理する意味でも吐き出してみるとか、例えば友達に言ってみるとか、全然絵描かない。 あの、友達とかに、実はこういうのと不安なことを思ってて、ね、どう思うみたいなのその、えー、そんなことを不安に思ってんのアホやなみたいなこと言われたら、あ、そっか、考えすぎかみたいなことあると思うから、とにかく吐き出す。友達がいない場合は、自分でノートに書く。で、自分に吐き出す。友達がいる場合は、電話かける。<laughs> とにかく電話かけなあかんで。電話やぞ。なんか DM とかあかんで、LINE とか。 全然不安、あの、収まらないから、あの文章って、なんか知らんけど。<laughs> 不安が爆大でかくなっていくからね。うん、だからまあ、電話かけるって感じじゃないですかね。中村先生、こんばんは。ファンの方との距離感についてお話しされていたので、マシュマロを送らせていただきます。私はコミティアで同人誌を反復している。反復でいいんだよね、これ。絵描きです。ちなみに女性です。 えー、直接反封することが楽しくてイベントに参加しているのですが、最近距離感が近すぎる同性のファンの方に困っています。手作りのアクセサリーやグッズを身につけてほしいと言われ、次回のイベントに持っていきますねと押し切られました。私の描いた創作キャラクターのグッズなら手作りでも嬉しいのですが、そうでないものは正直とても怖くて、重すぎる行為をやんわり遠ざける書星術があればぜひ、 ご教示ください。楽しみのはずのイベント参加がその方のせいで若干憂鬱になっています。あ、向こうの方がファンなのかこっちは別にファンじゃないんだけれども、ファンというまでその人の例えば作ったアクセサリーとか買ってるわけじゃないんで、お付き合い程度には買ってるけど、めっちゃ買ってるわけじゃないんだけど、その人から、例えば、なんとかさん、すごいお綺麗ですね。このアクセサリーぜひつけてほしいとか言って手作りの、 ぶっちゃけ言うと、あんまり趣味じゃない、<laughs> やつを渡されて、次のイベント、あれなんとかさんつけてくれ、それあったね。バチェラージャパンとバチェラレッテがめちゃくちゃ好きなんだけれども、一体多数の公開お見合いというか、公開、 例形サイトみたいなマッチングアプリみたいなもんかな。そういうテレビが Amazon プライムでやっててねで。それ見てるんだけど、女性が一人で男性が複数みたいなのがバチェロレッテっていうんだけども、そのバチェロレッテで今やってるシーズンのやつで、とある男性が、 ファッション関係の仕事をしているんだけれども、バ,バチラレっての女性のためにね、あのジーンズ好きあるあるなんですけど、ジーンズをプレゼントしますとか言って、た多,多分なんだけどめちゃくちゃ高い。そう、テレビで持ってきたやつだから、もう、めちゃくちゃ高いようなやつ頑張って持ってきた。 んだろうけど、最初出会い頭にそれをやられたもんだから、あ,ありがとうございますって言ったんだけれども、その旅が進むにつれて履かないわけよ。だってサイズもまだわかんないわけでさ、もしかしたらさ、そのホテルの部屋かなんかで履いてみて、あれちょっとサイズ合わないなって思ったかもしれないのにさ、次の時にさ、ごめんね、今からネタバレするから、バチロレってのネタバレ食らいたくない人今だけちょっとミュートしといてほしいんだけれども、そのジーンズの人が最後の ツーショットタイムみたいなところで、あれ僕の開げたジーンズ履いてもらってますみたいなことを言っちゃって、えいや、まだ履いてないですよって言って、その時の一言がきっかけで落とされたっていう。 <laughs> そうだよなって、それ、だって、趣味合わないかもしれないし、サイズ合わないかもしれないし、女性からしたら、下ジーンズのに似合う上の服を、その旅でインドネシアに持ってきてないかもしれないんだから、それなのに、そうやって圧かけるっていうのは、ちょっと、やっぱりこの先、いろいろ、ね、なんかトラブル起こるかもしれないだと思って、なんとかさんには、あの,の、バラ渡せませんみたいになったんだけどね。うん、ごめんね、ネタバレしちゃってね。まあ、それみたいなもんだよね。行為がでかければでかいほど趣味じゃないもん ちょっっと困ったりするよねでその時にどうしたらいいかその人もだってイベント参加してるからそれが大体何円かって分かるその値段の面でもちょっと気を使うっていうことでで自分だったらそのお金出して買わないななぜなら趣味じゃないからっていう、ね、でもなんか向こうが好意があってプレゼントしてくれただったらつけないといけないってなった時にいやーこれさでもさファンとかじゃなくてもさ例えば恋愛関係でもそんなありそうだよね なんかさ、まだ友達だと思ったのに、急に高いプレゼントを渡してきて、この人って、なんなんみたいな。え、付き合う気ないねんけ、友達は持っててんけど、で、付けてきてないみたいな顔してる。もうご飯行かれへんやん。みたいな。<laughs> 絶対あるよね、そういうの。<laughs> その値段のプレゼントは、付き合って何年目とかのやつちゃうのみたいな。そそうだよね。 うん、僕だったら、あまりに高すぎるものとかは受け取れないし、その人はそれ販売してるもんだから、行為として受け取れないんだとしたら、絶対 絶対に僕は買うことにする。あのー、もらって、いやいやいいんです、いいです、もらってくださいって言われても、絶対に買う。お金出すって言って、それは良くないって言って、それ商売でやってるんだから、例えば好きだからって言ってあげるとか言うのっていうのは、ファンの方に対しての、その人のファンの方に対しても失礼だから、これは僕は一ファンとして、一消費者として、これは買わせてって言って言うね。そこで、もし買ったんだとしたら、付けようが付けまいがどっちでもええやん。そんな自分の勝手やと思われるやん向こうからもね。 なんかその人の趣味じゃないんです。もうやめてくださいみたいな。そんな馬鹿正直に言わなくても、あの、いい,い,いよ。で、あなたが気にする必要って絶対ないじゃんか、こんなところで。なんであなたが気を病んで、あの、イベントなんか参加しにくくなってんのっていうことじゃん、これってね。でもこのお便り自体もね。な,なんで私が悩んでんのみたいなことだよね。みんなやったらどうしますかこれやーっていうのを採用したいね。はるさん。 こんばんは、アクセサリー類でしたら、今の私にはもったいないので、ここアクセが似合うようになったら、その時につけます。うわ、これだもう一番目に答え来た。今の私にはもったいないので、 このアクセが似合うようになったらその時に、私はこれに及んでないみたいなやつでしょ似合う、こんないいアクセサリーに似合う服持ってないのでっていうことでしょだから結婚式とかにはつけていってるんですよ。だってあれめっちゃ可愛いじゃないですかみたいな。そんな服でも私持ってないんですよっていうのがいいかもね。結婚式の二次会とかにはつけて、こないだつけていってって自分から言っていくっていう。ああ、そういう感じいいですね。 うん、なんかあんまりつけてくれないんだな感もちゃんと出てるもんね。このハルさんの今の私にはもったいないので、このアクセが似合うようになったらその時につけますねって、いし、つけないんでしょ。だからそれつけないと次のプレゼントできないから封じ込めるっていう <laughs> 技だね。ハルさんすごいないや、これが大正解ですね。はい。以前放送をした時にいただいた、そのファンの方との距離感に悩んでますみたいなので、追記してくれたのが届いてたんですよね。 油絵作家で生形を立てているものです。以前、いつも作品を買ってくださる方に突然、下の名前で呼んでほしいと言われました。お客様に悪気はないのかもしれませんが、今まで純粋に作品を良いと思って買ってくれていたのではないのかもしれないと思って、とてもショックでした。何か言って逆上されても怖いし、展示などは出禁にすることもできないしで悩んでいますっていうことだったんだよね。ミーさんの展覧会前行ったでしょ で、その時にグッズとかいっぱい買わしてもらって、名古屋に僕展示見に行ったんだけど、大阪、僕は大阪に住んでるから大阪に帰ってきてから、DM で、みーさん今日はありがとうございました。これを機会に、ゆうすけって呼んでくださいって。<laughs> 僕がそれでイラストレーターじゃない場合でしょイラストレーターだったとしてもちょっと圧が怖いしね、逆にね。イラストレーターじゃなかったとしても何 ってなるよね、確かに。買ってくれてたんだよね、だからこの人はね。買ってくれてたからこそ、絵は見てくれてるんだと思うんだけれども、突然下の名前で呼んでほしいって、異性の方かなだって男同士とかで、安部くんが、中川先生、僕のこと、なんか安部くん、安部くんとかちょっと距離感じるんで、下の名前で優一郎って呼んでくださいとか言ってきたら、うん、頑張るよって <laughs>。突然。 わかった、雄一郎とは。僕が突然切り替えるはしないけど、僕は安倍君に対して作家としての,あの尊敬も持っているので、突然雄一郎呼びはできないけど、ショックだったんだね、この人はね。繊細というか優しい人ですね。まあ、でもこれはさっきの質問と一緒だね。今の私にはもったいないので、その、 呼び方ができるような男に成長してから、ぜひ呼ばせていただきますね。なんとかさん。これだ。はるさんの答え無敵やな。全然誰も悪い気しないし。めちゃくちゃ持ち上げるし。はるさんのお絵かき Q&A ですね、今日は。もう全部これで答えていこうかな。と、でも結局ね、そういう人って、もし相手のことをそうやって、その人間的な行為として、要は仲良くなろうとして、 作品を買っている場合って距離が縮まんないんだなと思ったら自然といなくなるんだよ絶対そうなんだよ別に無限にしたりとか距離取ったりとかはしないんだけどもそれお客さんに対してそんなに馴れ馴れしくできないですよどうよ僕は呼んでもらっても構わないですよ僕の方からはもう全然そんなのはできないですみたいな僕距離感バグるんですよねみたいな全員にそういう <laughs> 失礼な態度を取り出しちゃってお、仕事なくなっちゃったら困るので、ちょっとこれからも何とかさんって呼ばしてくださいよ。もう頼みますよ。みたいな感じで。 逃げるかな。そうしたら別にトラブルは起こないんだけど、その人は、ま、1ヶ月後ぐらいにはもう <laughs>、僕の告知とかリツイートしなくなるし、僕のことブロッカイしたりするから、別にトラブル起こらなくても、離れるは離れるんだよ。やっぱりその人の目的がそうだったとしたらね。うん<ー>。だからまあまあまあ、そこまで悩まなくてもいいって感じ。で、みんな多分ね、これあるよって、ね。まあ、のらりくらりと。いや、もう遅くすいません。スペース開いてください。ありがとうございます。まだ絵を描き始めて2年くらいなのですか。これは多分、 絵を描き始めてっていうよりかは本格的に絵を勉強し始めてっていう意味ですよね。自分の作品がとても成長したなと感じる瞬間はどのような時ですか自分は最近ファンと言ってくださる方がいることを知って少しは成長できたのかなと感じます。あ自分で自分の絵を見て成長したなって思う時はやっぱり1年とか2年前の作品を見てこここうしたらよかったなっていうのが無限に出てくる時きにあ今の自分は成長しているから今次それやったらいいかって思う時 かなっていうのと、あとは、やっていけんのかなみたいなことを思ったのは、さっきの質問の裏返しになっちゃうんだけど、すっごい熱狂的なファンの方に応援してもらうように。まあ、異性でも別にいいんだけれども、僕の場合は同性だったんだけれどもね。 で、そういう方に応援してもらって、いろいろその方は僕が関連した、その絵の表紙書いて本であったり、CD であったりとか、僕のファンなんだよね。だから、例えば、アジカンのファンで僕を知ってるとか、森美さんのファンで僕を知ってるとか、東川さんのファンで僕を知ってるとかじゃなくて、僕を中心に僕が書いた本の表紙を集めていったりとかして、だから、あ、こういう方がファンっていうのか、ありがたいなとか、 思ってたんだけれども、やっぱりめちゃめちゃ濃い。どんな僕の情報も逃さない。みたいな。どんな地方の講演会も来てくれるみたいな感じで。<laughs> ありがたいなと思ったんだけれども。 で、そのファンの方は本当に距離を取るのが上手で、こっちが寂しくなっちゃう。山中さんって言うんだけど、いや、山中さんもっと僕の相手してよって、もっと喋りましょうよっていう時にさっと帰っちゃうんだよ。<laughs> だから、めちゃくちゃ距離を取る。その人がプロのファンなんだよね。だから山中さんに関して何かトラブルがあったなんて、 使いもないし、むしろ僕が山中さんに今は年賀状、逆ファンになって年賀状出しちゃってるみたいな状態。な <laughs> んだっけ追いかけられてるつもりが、いつの間にか追いかけているみたいな。 円環構造みたいになってるんだけどね。まあでも、山中さんに、でも僕は見限られたら多分終わりだなって。というのも、やっぱり、山中さんは僕のこと面白がってくれているんだよ。だから、僕の絵だけじゃなくて、僕の絵関係ないトークイベントとか、僕の昔やってたバンドのライブとかも来てくれてたから、山中さんは僕という人間のファンなんだよ。存在が多分ついてくれているから、そんな山中さんに、 お話しした時に今までこうやってこう追っかけみたいなことってしてたことあるんですかって言ったら何々さんと何々さんと昔追っかけてましたねみたいなこと言ってて山中さんが見限ることがあるんだと思って僕ちょっと怖くなっちゃって僕のことは捨てないでみたいなこと言ってたんだけど <laughs> でもそんな山中さんだって絶対僕のことを多分なんていうかもうもうダメだなって思いかないまでもちょっと飽きちゃったなっていうか熱が冷める時ってあると思うんだけどその時ってどういう時かっていうと僕が多分誠実に車る ななくなった時だと思うんだよ山中さんは僕の絵とか音楽とかこういうトークみたいな部分を超えて僕のことを好きになってくれてるから僕のこの熱とか僕の何て言ったらこのパーソナリティみたいなものをそのままこうボロンと出すみたいなことをしなくなった時に多分 山中さんはつまんないなって思っちゃうのかなと思って、だから山中さんがこう、どんなにちっちゃい講演会、30人とかしか参加できないようなものでも会場に入ったらまず先に山中さんを探す自分に気づいたみたいな。<laughs> うんまあ、今そんな状態。で、山中さんがある日ね、来てくれなかった講演会、大阪芸術大学の、僕の母校の大阪芸術大学の講演会でキャパすごい広かったんだけど、100人ぐらいのキャパだったんだけど、山中さんがいなくて、 ほんで、僕、情緒不安定になってきちゃって、しかも山中さん大阪に住んでるんよ。大阪芸大じゃん。来てないってこと、うわ、山中さんに捨てられたと思って、その日の講演会、もう本当に身が入らなくてさ、しどろもどろになって何喋ってるか、え、どこまで話したっけえ、え、これな、なんだったっけ今質問なんてみたいな、もう散々な感じにさ、なっちゃっててさ、要は僕の方からもう山中さん追いかけちゃってるから、山中さんに最近こびてるわけ、僕は。 山中さんが持ってないであろう、あの、テストプリントしただけの別バージョンの売ってない色の T シャツとかを持っていってるわけ、山中さん用に。これで、あと半年僕がなんかつまんない仕事したとしても、半年はちょっと余裕見てくださいみたいな感じで持っていってのにさ、その袋を持ちながら呆然と立ち尽くして、山中さんがいないみたいになっちゃってさ。 あーとか思ってさ、しょんぼりしてさ、まあ、講演会はちゃんとやりきって帰って帰りのさ、あの電車の中で河内長野線の近鉄乗ってさ、それで、岸駅からさ、天王寺駅までガタンガトンって40分かかる中でさ、そこでさ、Facebook のメッセンジャーでさ、も、ま、う、あ、さっきの逆やで。山中さん、今日、大阪芸大の講演会、 だったんですけど、あの、知ってましたみたいな、なんか、ちょっとお伺い立ってたらさ、ああ、そうなんですよーって言って、早い者勝ちだったら僕は取る自信あるんですけど、あれ、抽選だったから当たんなかったんですよって言われて、ああ、そうだったんですかーとか言っても、ほっと一安心して、その日はよく眠れたね。<laughs> これからもイラストレーター頑張っていこうと。 思えたね。でもね、山中さんはね、ちゃんとね、距離取るからね。そんで僕その時言ったんだよね。山中さん、そんなんだったら、もう山中さん僕、もう正直に言ったら。山中さん会場に僕捨てられたと思いましたよって。山中さんが会場にいないのめちゃくちゃ不安なので、これから山中さんの関係者席にちゃんと招待枠設けますので。<laughs> 全部顔パスで入ってきてくださいって言ったら、いや、それはダメですとか言,って言われて、僕がさっき言ったみたいな、憲法断るみたいな、それはダメです。ちゃんと取ります。もう、どうしても、どうしても取れなくて、めちゃくちゃ行きたいのあったらお願いするかもしれないですけど、僕はそこはちゃんと取りますので、みたいなこと言われて、僕またちょっとすごい寂しくなって押したり引いたりしてるんだけどね、山中さんと僕は。はい。 はい。そういう方が現れたときは、だから僕は、なんていうか、あの、あ、プロのイラストレーターとして10年ぐらいはやっていけるのかなまあ、20年はわかんないけど、10年ぐらいはありがたいなと思って、うん、やっていけるのかなと思ったりしましたね。中村先生、こんばんは。こんばんは。イラストの色の配置を考えるとき、参考にされているものなどありますかまたどういうふうに色を決めていますか教えてください。 参考にしているものは基本的にみんなのイラスト教室にも書いてるんだけど、洋服だね。街で見た、あ、これ可愛い組み合わせだなっていうような、あ、こういう季節感をこの色で出してくるんだ、みたいな。基本的にはやっぱり女性の、街で見た女性の服とかを見て、あ、これこういう組み合わせ可愛いな、あ、ハッとするなみたいな。目がいっちゃうなってことやっぱ色綺麗だってことだから、そういうのを頭で覚えといて、で、 そういう組み合わせを絵の中でしたりするんだけど、その場合気をつけなきゃいけないのが、おしゃれな人っていうのは何が分かってるかっていうと、何を見せるべきかって、これもみんなのイラスト教室で書いてるんだけれども、ひっちゃかめっちゃかになってないってことなんだよね。だから、そういう服を見て決めるっていうのは、まあ、決めるというか、まあ、参考にするっていうのはそういうことなんだけれどもね。で、絵の中でよく色きれいなんだけど、ひっちゃかめっちゃかになっている人っていうのがいるんだけど、あれにならないように、とにかくメインカラーはたった一つ。 で、他の色はそれより目立ってはいけなくて、その色を補佐する色をきちんと置いていくっていうことを心がけたらいい。で、その練習のためにやっぱり服なんだよ。焦ってない真っ赤っかの、例えばセーターを。まあ今、<laughs> T シャツかはかる夏だからね。T シャツを着て、 下、黄色の、あの、ズボン履くとかないじゃん。め <laughs> 近ちピカチュウ現象こそだってなるじゃんか。上の色、赤いを、あの、すごく鮮やかに見せたいんだったら、下、それより暗い色を置いたりとか、汗たい色を置いたりとかするわけでしょ。だから、メインカラー一つっていうのは、洋服の中ではわかるんだけど、色になった途端にひっちゃかめっちゃかになる人っていうのは、同じように考えられてないってことだから、洋服だったらこんな組み合わせしないなっていうようなことは、絵の中でもしないようにすると、もし色にまとまり出ないんだよなっていう悩みを持っている方は、それをぜ だからファッション誌買うとかもすごい街にあんまり出ない人はファッション誌買うとかもいいんじゃないかなと思いますけどね基礎的な色のものが載ってるからねファッション誌はいいですよ。 で、えー、次のご質問。イラストの根幹はどのようなところから来ますか <laughs> ガッチャン、ガッチャン。<laughs> イラストの根幹はって <laughs>、どういうことよもう、かっこつけすぎて自分でも何質問したかわかんなくなっちゃってるやん。イラストの根幹って <laughs> 何、何 <laughs> ねえねえ、よくその話聞かせて。<laughs> サングラスかけてるそこのあなた、足組んでるそ このあなた、よくその話ちょっと強く聞かせてください。<laughs> っていうことなんだけど、まあ予想すると、イラストを描いてる原動力はってことなのあなたはなぜイラスト描いてるんですかみたいなこと全然わかんないんだけど、質問の意味が。グラサンを50ぐらいにかけてて、もう目見えないよ。なぜイラストを描いてるんですかみたいなことなんだとしたら、僕の持っている表現の中で、一番こう言葉以上に雄弁に語ることができる あの技術だからって感じですかね。喜んでもらえるからっていうのが多分一番大きいと思いますね。うん まあ好きでも書いてるんだよ。好きだから書いてるんだけど、好きなんだったら僕これ話すのも好きだし、だからラジオやってたりするわけで、で、音楽やるのも好きだったし、文章書くのもずっとエッセイ書いてたから好きだったけれども、その中で,でもやっぱり絵が一番伝えたいことが伝わってるなっていう実感はあるんだよね。だから、キャッチャーミットにズバーンと一番言えれるものが絵だったから、それを続けているって感じかな。だからでも、 同じように、やる方に関しては好きだから何時間も喋ったりとかするから、あんまりそこに違いはないんだけど、仕事としてやってるのはやっぱり得意だからやってるっていう。絵を描いてるのは好きだからやってるんだけど、仕事としてやってるのは得意だからやってるって感じですかね。 うん、こんな回答でいいんですかねわかんないな。えっ、ー、と、一番稼げる絵の仕事って何ですかっていうと、一番稼げる絵の仕事は、一番見られてる絵の仕事が一番お金が入ってくると思う。だから、今のさ、あの時代だったらさ、YouTube 出してですね、再生回数がそのコンテンツの面白さに応じてこうカウントされていくみたいな感じだけど、元々の広告の仕事って逆じゃんか。 もう、反強制的に見せようとするっていうか、ポスター何千枚吸って、何駅に貼るみたいなもので、強制的に目に入らされるものでしょうっていうのは、もともとやっぱり売れている商品であるとか、お金持っている企業の広告だったりするんだよね。でかい企業の広告だったりするんだよね。で、これが意外とあんまり予算がないのが、広いくて交付されるんだけれども、そこまでギャラがめちゃくちゃいい。 っていうわけじゃないのが公共の仕事。だから公共の仕事は僕は憧れだからやっているんだけれども、それだったらよっぽど一般企業の同じ規模ポスターの枚数印刷されるギャラの方が10倍ぐらいはいいんじゃないかな。うん。だから一番稼げる絵の仕事って言ったらまあそれじゃないかなと思うのと、イラストとかそのさっきの油絵とかも含めて全体的な絵の仕事で言うんだとしたら、 やっぱりイラストレーターよりもそうやって自分で絵画を描いて販売するみたいな仕事の方が根付けは例えば1万1億円でもいいわけでね、売れるんだったらね。だから天井知らずだからそっちの方が。まあ、生きてるうちは1億円とかないと思うけどね、よっぽどのことがない限りはね。 だけども、そっちは自分で根付けできるから、稼げるっちゃ稼げるんじゃないでも、売れなかったら0円だけど、売れたら、あの、何千万もいくみたいな世界だと思うからね。で、次、中村雄介さんのとってもいい意味で、ごちゃごちゃした絵が、まあ、あの、モチーフ多いってことですかね。大好きです。どうしたらそんな絵が描けますかあと何を気をつけて、 構図を考えていますか教えてくださると幸いです。これもね、まず構図のことを言うと、モチーフ多めの時のあのポイントとしては、 大中小にモチーフの大きさを分ける。だから手前中奥とかでもいいんだけれども、に分けて目の中に同じモチーフの大きさのものっていうのは同時に飛び込んでいっちゃうから、だから登場人物が例えば3人描かなくちゃいけなくて、1人が主役でこの人だけ見せたらいいみたいな時は、その人を例えばめちゃくちゃ分かりやすく言うと、真ん中にドデーンとでかく描いて、他の脇役は奥にちっちゃく描くみたいな、そういうあの映画のポスターもそうなってるじゃんか。だからそういう手法、とにかくモチーフの 大きさを意図的にに変えててややるっていいうう感じかな見やすいようにちゃんと何に一番に目を置いたらいいかっていうのを分かるようにするのと、あとそうすることによってモチーフ多くなっても整理されてるように見えるから、そうしてますね。で、そうやってモチーフが多い時にどうやって整理していく練習として何がいいかっていうと、 まあ、とにかく、部屋片付けること。部屋散らかってる人は多分できないと思う。あとデスクトップ、うん、スマホでもいいし、PC でもいいんだけれども、散らかってる人は絶対絵も片付けれないから、あれって整理するってことだからね。ちゃんと物が多いんだけれども、整理された部屋に常日頃心がけるっていう。まあ、僕の場合はだから、得意なんだわ。部屋片付けるのとかがめちゃくちゃ、昔から。部屋片付けるのが大好きなの。 整理、物が多いんだけれども、整頓された部屋っていうのが、まあ昔から趣味なんだよ、これ子供の時から。壁みたいなもんだよね。だからこういう絵描いてるだけで、別にこんな絵に憧れて描いたっていうわけではないからね。僕の性格だからこれ描いているっていうだけだから、だからあんまり憧れとかをも持つと違うパーソナリティだと思うから多分できないと思うので、この人はこの人のいいところが絶対あると思うから、部屋見渡して散らかってるんだったら <laughs>、僕みたいな、え やり方は,で,は多分できないと思うから、まあ、まずは部屋片付けるように、散らかんないように、毎日毎日だよ。片付けるようにするか、それか別の,あの方法を探した方がいいんじゃないかなって思いました。えー、マシュマロ解説ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。えー、中村先生のイラストの色は、それぞれの色が引き立て合っていてとても惹かれます。どのようなことを、あ、これさっきと一緒ですね。さっきお答えしたので。 えー、youtube にアップされたさっきのを参照してください。一応読んでおくと、えー、どのようなことを気をつけて色を考えてますかっていうのはさっきの通りです。で、えー、3つ前の質問がな。で、色はどのタイミングで考えられていますかっていうことなんだけど、これ僕一番最初なんだよね。 今回何色の絵描こうっていうのから思いつく。例えば本読んだら、あ、この表紙はこれ以外ないなっていうメインカラーがバンと思いついて、それに合う絵を描いていくっていう感じが結構多いから、もちろんあの、もうキャラが決まってるやつとかそういうわけにはいかないけどね。 うんとかシリーズが決まっていたら、あの前もそれ思いついてたから、例えば謎解きはディナーの後でとかやったら、古いのだったら、旧シリーズだと3冊で、新シリーズもう1冊出てるから、似たような配色にするのは同じ商品に思われるから良くないからね。いくら思いついててもそれは良くないから、だから変えたりは、意図的に変えたりはあるけどね、思いついたものから。うんそんな感じですね。割と最初に、最初に浮かんだものに、を、えー、メインカラーとして、それ以外の色を決めていくっていう感じですかね。で、次。 非常に面倒な提案や指摘の仕方をクライアント様にしてしまったかもしれません。点点点。私は育児をしながら商業イラストレーターの仕事をしています。 昨今では子供でも自分の体や他者の体をむやみやたらに触らせない、触らないなどの性教育が盛んにされております。へー、進んでますね。私は子供には絵本や実用書を一緒に見て話をしたりしています。そんな中、クライアント様からとある指示をいただきました。 かっこ、詳細はぼかしてお話しするので分かりにくい箇所があること、多々あること。まあ言えないもんね、そんなんね、主秘義,義務があるから。大雑把に言うと、悪意なく子供が大人のプライベートゾーン、陰部や胸ではないを触ってるイラストを要求され。どこなんだろうね、それだとしたら。親のプライベートゾーンっていうのを考えにくいから、先生と児童みたいなを書くときに、先生の膝に乗っているみたいなことなのかな、もしかしたら。 うん、要求され、それは書けない。どうにか別案にならないでしょうかと、長文で意見と提案を送ってしまいました。ちなみにお仕事ご一緒するのは初めてではなく、何回もご一緒しているクライアント様です。今となってはもっとフランクな感じで、指示通り書いてみました。ちなみにですが、こちらもいかがでしょうかと、さらっと気持ちよく提案すればよかったなと後悔しています。いつもならできるのに、性教育という私の中でのホットワードがシャシャリ出て、違和感レーダーが発動して止められませんでした。ああ、やってしまった。いや、僕そんな ことはないと思うけどね。それで、やっぱクライアントに、の担当者さんにしたら勉強になったなーっていう、なってるかもしれないし、そうした方がいいしね。なぜなら、出した時にそれで炎上して責任取らされるのいつもイラストレーターなんだから、そりゃ言,言うでしょ。言った方がいいよ。言い方はちょっと、もしかしたらきつかったのかもしれないけど。で、依頼者や関係者の表現の補助をすべきで、このような意見はしない方がいいのでは、 たくさんのお仕事や関わりを持つクライアント様の方が世の中の動きを詳しく知っていて私が心配することではないのではと思い直し本当に恥ずかしくなってしまいました。クライアント様から書くのに躊躇するような指示を出されたらどうしますかそして角を立てずさらっと指摘や提案方法など中村先生の考え方をお聞きしたできたら嬉しいです。もうこれ簡単。炎上しますよっていう。<laughs> 私もそれはいいと思いますけど 多分炎上するので、あの、というのも、あの、今の性教育ってこういう風になっていて、それで、ちっちゃい子がいる親御さんはすごく、 花瓶にこの辺になってると思うので、で、炎上したらやっぱり悪いイメージつくと良くないと思うので、私もそのぐらいそのギリのラインだと思いますけど、こっちの案の方が同じ目的が伝えられるし、こっちの方がよ絶対いいと思いますよって言ってあげる。いいのかもしれないですね、みたいな優柔不断な感じにはしない。優しいけどちゃんと決めてるみたいな感じの口調で伝えてあげると、あ、確かにそうですね、みたいな感じになっていくと思う。相手に委ねない。 相手がもしかしたら知らないかもしれないってことは、相手に最終的な判断はあなたに委ねますけど、みたいな感じじゃなくて、もう決めてるんで、みたいな <laughs>。あと、炎上しますように、あの、クライアント一番弱いから <laughs>。何があってもそれ言ったらいい。炎上しますよ炎上しますよって <laughs>。はい。 それが一番いいと思います。ちょうど失礼しました。とかで、とんでもないです。で、PS、ミサイルアパートのファンですあ。ありがとうございます。僕のファンの方ですね。僕の真のファンの方ですね。ありがとうございます。山中さんかな <laughs> 中村英介先生、こんばんは。つてが全くないイラストレーターが営業でお仕事を取る際に、どんな例が、どんなやり方がってことかなありますか 前の放送でも言ったんだけど、イラストレーターの人がみんな持ち込みとか営業してお仕事もらってるわけじゃなくて、多分そういう人って、差し入れ系とかの人には多いと思うんだけれども、あの、イラストレーターの半分ぐらいは持ち込みとかしたことないんじゃないかな。なんか書籍出したいから企画を持ち込みするとか、商品作りたいから企画持ち込みするとかはあると思うけど、イラストの依頼って、 持ち込みされたものから決まってるものじゃなくて、今の時代だったら、編集者さんとかが、SNS とか見てるから、そっから直で DM とかに最初に連絡来たりするので、営業みたいな考え方じゃなくて、営業っていうんだったら、SNS やってること自体がもう営業始まっちゃってるので、営業してるのに来てないっていうふうに依頼が。 捉えた方が多分生産的になれるんじゃないかなっていうか自分のもうちょっとこうしていった方がいいのかなって考えられるんじゃないかなって思いますね。だからこれが普通の仕事と違うところなんじゃないかな。営業行ってお仕事取るっていうのが全部になっちゃってる。普通の会社同士の付き合いみたいなのとは全然違うところなんじゃないかなと思いますね。 うんあとはね、気をつけ、<laughs> 気をつけなきゃいけないのはね、中村祐介先生、こんばんはって書いてるんだけれども、中村祐介の優雅が、 違う感じなんだよね。なのに先生ってつけてる、このおンちゃら言ってる感じが、そんな人が営業に来るんでしょもらえないって仕事何百人もイラストレーター営業に来るんだからさ、その中でさ、やっぱり同じぐらいの絵描ける人なんだったらさ、この人ちゃんとしてるなとかさ、この人気持ちのいい人だなとかしっかりしてんなっていう人の方にさ、信頼置いて仕事フルに決まってるじゃん。だから、こういうところも、ほん マジで大切だから特に僕なんてさ、別に今さ、スペースやってるだけでさ、あなたの生活との利害関係ないじゃんか。 だけど僕そう思っちゃうぐらいじゃんか、これで仕事とか会社とかになってくるとマジで株式会社なんとか様とか書いてるのに間違えてるとか、御社のこの商品がとか言って全然違うところの商品出しちゃったりとかするからこういう方は。そういうの本当にマジで営業で仕事取ろうと思ってるんだったら、そういうところは必ず気をつけないといけないっていうか、だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。 次の質問いきたいと思います。あ、これ面白い質問ですね。私は二次創作を書くのが好きなのですが、オリジナルの絵を書く人の方が偉い。二次創作なんかは、などという意見を見てしまい。ああ、そういうのを言われてるのかな僕は逆に言うと二次創作ってあんまりフォローしてる人の中で二次創作だけしてる人っていうのは、例えばここにいるミーさんとかはオリジナル書いてって二次創作もしてるみたいな感じだけど、 うん。あんまり見たことないから、その世界でなんか、ルフされているこういう意見みたいなのっていうのもあんまりピントは来ないんだけど、そういうのがあったんだね。オリジナル進行みたいな感じか。自分のお絵描きのスタイルに自信がなくなってしまいました。かわいそう。そんなことないよ。絵描いてる奴らなんて全員土底編。<laughs> オリジナルだろうが、二次創作だろうが、同一ライン上どてへ子供でもできることを、ただ続けてただけ。<laughs> だから誰も偉くない。<laughs> それでよくない <laughs> まあでもそんなことじゃないんだろうね。自分の絵描きのスタイルに自信がなくなってしまいました。確かに自分で世界観を作り上げれる人ってすごいし、他人が考えた設定を借りてでしか描けない自分って何なんだろうなって思ってしまいます。 かわいそう。ただの愚痴になってしまいました。投げやりなき方になってしまうのですが、これについて中村先生のご意見を聞かせてほしいです。だから言ったね、今ね。二次創作であろうが、オリジナルであろうが、いい大人なのに、子供でも描ける絵を続けてうまいでしょうとか言って、それはずっと続けてんだからうまいに決まってんのに。だってさ、 お米の研ぎ方とかさ、一年も続けてたらメモリ見なくても二号の時二号の水ピタッと止めれるようになるんだよ。何でも慣れたらできるようになるのに、それ続けてドヤ顔してるわけでしょ。子供でも本来はかけるものを。そんなどテーやん。<laughs> 言い過ぎ。自分に。ええー。<laughs> 自分で自分のこと今日も傷つけちゃったよ。<laughs> <laughs> いや、まあでも、半分は僕はそれを思ってる。だから偉そうにするのは絶対良くないし、オリジナルの方が偉いなんて僕、全、 必要思わないし、二次創作、僕はできないから、すごいなっと思って見てるよ。二次創作って、むしろさ、自分のアイデンティティとか、私が私がじゃなくてさ、そのキャラクターのことが自分以上に好きになっちゃってるってことでしょ二次創作の人に対してこんな言い方をしたら冷めるわ、そんな言い方せんといてって思うかもしれないけど、僕からしたら、要はキャラクターって絵なんだよ。線と色でしかないわけ。僕にとっては平面なわけ。だから僕自身はキャラクターに愛着持つって、 がないだけれどもでも、一方で、自分が描いたキャラクターに愛着持たれるのは、自分が育てた子供がいいパートナー見つけてくれたみたいな感じでめちゃくちゃ嬉しくなる。明石さん好きとか、オズ好きとか言われると、ありがとうって、僕もそういうことができるようになったんだ、めちゃくちゃ嬉しいわって思うから、作者の人からしたら、そんな嬉しいことってないよ。 単なる絵なのに、線とインクなのに、CMYK なのに、そこにさ、立体的に夢を見出してくれて、実在を見出してくれてさ、似顔絵まで描いてくれてる、それがファンアートとか二次創作でしょそんなありがたいことなんて作家にとってないしさ、キャラクターにとってそんな幸せなことなんてないんだからさ、そんなみんなが愛情を持てるものではないよ。良いこの、そういう対象に対してね。それを考えたあなたはすごいですよ。 オリジナル書いてる人より、その面で考えたら、よっぽどすごいですよ。僕なんかより。僕なんてえ、え、キャラなんて、単なる銭湯色面でしかなくないみたいなさ、そんなさ、ロボットみたいな脳みそが水槽にプクプク浮かんでるだけのさ、ような冷めた人間。み <laughs> たでも言い過ぎたよ、自分のこと。 <laughs> でもそれからしたらさ、やっぱり二次創作なんて考えも使うわけよ。この人には勝てないと思ったのがさ、私の形っていうね、対談集があるんだよね。みんなさ、チティちゃんの絵描いてる人って誰か知ってるあったけ有名なのにさ、 キティちゃん描いてる人ってあんまり誰も知らないんだよね。山口優子さんっていう方なんだけれども、その山口優子さんがキティちゃんを世界的に有名にして、キティちゃんを未だにずっと描き続けているっていう、山口さんとお話をさせていただいた機会があるの。それでさ、僕はさ、イラ同じイラストレーターとして、なんでキティちゃんみたいに、 ちゃんづけされるような、そういうみんなが存在感を感じている、キティちゃんは絵じゃないんです。絵なのに絵じゃなくて実体なんですって言って。だからみんな愛称でキティちゃんって呼ぶんですって言って。で、その、その、それこそがやっぱり世界を超えていくエネルギーのキーワードだと思うんです。今日はそれを。 学びに来ましたって言って、まあ、詳しく知りたい人は私の形を対談集売ってるので、ぜひ読んでください。他にもいろいろな、あの、有名なイラストレーターさんとか、デザイナーさんとかと対談が載ってるので、多分このスペースとか聞いてる人は絶対に面白いと思うと思うので、ぜひ読んでほしいんですけど、で、それを聞いたらね、私はね、キティのことはね、絵だと思ってないのって言って、キティは生きてるのって言って,言って,言ってたんだよね。 例えば、キティは毎回同じように見えるかもしれないけれども、そういう生きてるものの似顔絵を描いているわけだから、頭の中だけどねって言って、生きてるものの似顔絵を描いているわけだから、だから絶対にコピペみたいなことをせずに、毎回毎回似たような絵だけれども描くっていうことをしている。なぜなら失礼だからキティにって言って、言ってたんだよ。ああ、すごいと思ってさ、それやと思ってさ、信じてると思ったんだよ。 山口さんが一番キティの存在を信じてるんだよ。その時ちょうどさ、キティちゃんとトランスフォーマーのコラボが出てて、コラボ商品が。それで僕それ持ってたんだけれども、それ持っていったんだよ。ああ、それ前出たトランスフォーマーね、みたいなこと言ってくれて。そうなんです。僕はキティちゃんも大好きで、いっぱいおグッズとか持ってるんですけど、トランスフォーマーがすごい好きで、みたいなことを言ってて、部屋にいっぱい並んでるんです。で山口さんもなんか集めてるものとかありますかって言ったら、ブライス。 私はね、ブライス集めてるんだけど、あれってもう、もう、ブライスの会社っていうのは党に倒産しちゃってて、だから手に入るのっていうのは全部、昔のもの有限のものプレミアがついているものその手に入れるしかしょうがないのよねみたいなことを言ってて。でも、ブライスってすっごい、 すごい、日焼けしちゃうのよ。だから私の家の中でブライスだけがいる部屋っていうのがあるんだけれども、そのブライスだけの部屋は明かりがついてないの。なぜなら日焼けしちゃうからって言って、ブライスちゃんって呼んでたんだけれども、あ、キティちゃんに対する山口さんの目線とブライスちゃんに対する山口さんの目線が全く一緒やと思って、恐れ多いと思って僕なんかがキティちゃんに憧れて、山口さんに憧れてるんですって言って会いに行ってるけど、僕はもう納服でさ、絵、えー、なんて 戦闘いるやろみたいな感じでさ、思っている。でも、山口さんはもっとさ、キティちゃんのこと、山口さんが一番信じてあげてたんだよね。それが僕はできてないなと思って、っていう情報はタイムマシンブルースを書く前にね。 僕が信じなきゃダメだなと思って、中村さんのあの、四条半タイムマシンブルースはキャラ、あの、田村くん以外一緒なので、田村くんだけデザインしてくださいって実は依頼来てたんだよ。ダメです四条半タイムマシンブルースは、四条半タイムマシンブルースの世界観の中でのキャラクターなんだから、全員もう一回同じ絵であろうと書き、 直さなくちゃダメなんですって言って、全部書き直すっていうこと,を <laughs> し<た>と。赤 <laughs> 石さんが今レイは生きてたら、そのボブにはしませんって言って、赤石さんがかわいそうと書て <laughs> そ。それで、予兆はタイムマシンブルーさん、おかげさまで。 キャラクターをまた愛していただくことができてですな。まあもちろん映画だからさ、あの話が面白いとか、森美さんの原作面白いとか、監督さんの映画の絵作りがすごいとかさ、アニメーターさんのやっぱり美術が綺麗だったとかそういうのもあると思うけど、まあちょっとでもね、あの伝わってたらいいななんて思って、まあ仕事にも及ばないけどね。そういうことを考えると、二次創作って僕はそれだと思うんですよね。信じてるんでしょ うん、だから、なんか誇り持ってほしい。オリジナルの方が偉いなんて、マジでオリジナル書いてる人思ってないんちゃうオリジナルしか書いてない人って、二層作の方が下、オリジナルの上とか思っている人っている そんなことないよね。絵だったら全部一緒だよね。二次創作であってもキャラがわかんないから評価はできないなっていうのもあるけど、この人上手いなとか思ったりもするしね。別にそのコンテンツに興味ない、このキャラに知らなかったっていう人でも。だから全然そんなのは気にしないでいいと思います。誇こりこ持ってください。この山口さんの。で、まあ、ためになると思うんでね。面白い本だと思うので、はい。ぜひ、よろしくお願いします。私の形、対談集。はい。次、を <laughs> やばいのが来た <laughs>。今日も面白いね、やっぱりこれ。匿名のお便りってめちゃくちゃ面白いね、やっぱり。中村先生、こんばんは。私はイラストの専門学校生です。お疲れ様です。明日も学校だね。夜遅くまでありがとう。私の友人、過去イラストレーター志望がイラスト系の情報商材を買おうとしています。<laughs> その情報商材屋さんは月に数十万イラストで稼いでおり、 かしかしポートフォリオは公開しない。絶対嘘だよね <laughs>。月に10万、例えば差し絵で稼ごうと思ったら、あんまり見たことない、有名じゃない人だったら、だいたい差し絵1枚、何百円ってことはないけれども、何千円から何万円とかの世界だから、月に10万稼いでたら、絶対にどっかでは見たことあるレベルにはなってると思うし、ポートフォリオに貼れると思うからね。多分嘘だね。10万稼いでるって設定だね、これは。 商、商材の内容は絵が下手でもマーケティングさえ身につければイラストどっかで聞いたこと 描いたでもマーーーケティングさえ身ににけれればイラストレーターになれるどっかで聞いたことあるなというものです。価格は約5万円1ヶ月でしょうん。友人は X でそのイラスト系情報商材屋と知り合いグループラインでそうなんだよね。グループラインに連れ込むんだよね。無料講義を受けた後、無料電話相談をして買うことを決めたそうです。私は怪しいと思い友人に買わないよう説得したのですが、友人の医者は固く説得に失敗しました。友人曰く情報商材代金は、<laughs> 友人曰く情報 代金はっていうの <laughs> 待って、友人の方、情報商材って分かってるのそっか、詐欺だとは分かってないけどってことか。情報商材っていうのは分かってる。うん。5万は本人のバイト代で支払うので、誰にも迷惑かけてないから、ほっといて、という主張でした。専門学校の先生に相談したところ、最後は本人の意思を尊重すべきという結論になりました。私は最終的に友人の意思を尊重することにしました。一応、代金も5万なので、致命的な金額。いや、そんなことないでしょ。一人暮らししてて、専門学校生ぐらいの18、19の 5万円ででかいよー。めちゃくちゃでかいんじゃない生活費の半分くらいじゃないの しかし私はとても悔しいです。友人は居酒屋で怖い先輩に怒られながら必死にバイト代貯めていました。夏休みに好きなバンドのライブに行くのもやめたそうです。必死に貯めたお金を情報商材屋に奪われると思うと嫌な気持ちになります。また友人が将来情報商材屋にならないか不安です。その情報商材屋はノウハウを情報商材化して売ること。要はネズミ校にしてるってことだね。で、その情報商材屋がまたその、孫家みたいなその子、友人に情報商材これ売ったらマージン入るよ。 みたいな、それで食ってきれるようになるよって、イラストのパイプもできるよみたいな嘘ついてきて、それでその売り上げのほとんどは上の人、上の人、上の人に持っていかれてっていう、ネズミ講って言ったらいいかな、ネットワークビジネスって言ったらいいかな。うん で、そういえば、1年前くらいから X やインスタで声をかけてくるイラスト系情報商材屋が増えているような気がします。質問なのですが、もしも中村先生が私のような立場だったとして、友人がイラスト情報商材を買おうとしたら、どのように説得されますか友人は21歳、学校、あ、ちょっと年上なのかなもしかしたら、その友人の方が、この方が専門学校生で、まあでも最近の専門学校も3年あるとして、18、19、20だから、やっぱりもうちょっと年上なのかもしれないね。学校は SNS であまり評価を受けておらず、将来が不安そうです。バイト先にも人間 関係がうまくいっておらず人は良いのですが小さなミスが多いため先輩に目をつけられるで怒られてるとでプライベートも充実していないそんな中ってことだよね夢何って言って DM 届いたらねグループライン入っちゃうかまあでもわからんでもないねちなみに私もその情報商材屋と無料電話話したのですが話すのがとてもうまくとても優しい方でしたあと使命感のようなものも感じました正直に言うと私も引っかかり それが本題やないかい <laughs>。そうだね。僕はでも常日頃から周りの人にはこういう話ずーっとしてるし、 で、イラストで生計を立てている人っていうのは、わざわざ自分が教えたり、合併したりすることを、多分お金取らないと思うんだよ。なんでかっていうと、イラストでプロになれた人が一番その辺苦労したところだと思うんだよ。例えば、美大の授業料に苦労したとかさ、田舎住んでたからそういうノウハウ本が手に入らなかったとか、そういうのを乗り越えて乗り越えてやってきた人がプロになってると思うから、だから、プロになってる人で教えてあげるか からお金ちょうだいいみたいなことをやってる個人でね、やってる人っていうのは多分お金がないんじゃないかなって思うんだよね。だって、そんなんさ、本来教えてあげなきゃいけない子たちっていうのは、お金持ってないような年齢の子たちに、 本来その子たちが喉から手が出るほど欲しいのがイラストとか仕事のアドバイスだったりするじゃんか。そっからお金取るっていうのはやっぱり僕はあんまり信用できないなーって思っちゃうんだよね。うん。なので、そうだね。僕だったらどうしますかっていうことだけど、僕の世代の時にはそのイラスト系まで情報商材が伸びてきてなかったんだよね。最近来てるよね。SNS で絵描いてる子が多いからそういうのが増えてきているんだと思うし、 そうだね、その子がだから学校行ってないってことでしょそれだったら、その学校の先生に相談して、僕だったらだけれども、僕があなたの立場だったら学校の先生に相談して、一回だけ彼女の絵見てあげてもらえませんかってお願いする。先生とは仲良くなっといてね。で、その子もなかなかお金払えないだろうし、で、そうやって、 きちんと親身になってくれる大人がいるんだ。別に、有料が良くない、無料がいいみたいな話ではないんだけれども、誠実にそうやって教育している人がいるんだっていう、 ことが分かれば、例えばその子はバイト代金を貯めて、その専門学校のお金払えないとしても夜間部とかに行けるかもしれないし、行くかもしれないしね。だからそういうところで、だん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 ,だんと直接的じゃないにしろ導いてあげるっていうことをするかなあと、その子は多分、性格、すごい優しい子なんじゃないかなと思うんだけれども、性格、優しい子って、やっぱり気 傷つきやすいってことでもあるから当たり障りのない優しい毛布の羽毛布団20万円羽毛布団みたいな言葉だけを欲して生きてたりもするからなかなかそういうのには出会わないんだけれどもまあ一番いいのはあれじゃないあなたが僕のこのスペースとか YouTube 教えてあげたらいいんじゃない散々情報商材やバカにしてるじゃん。<laughs> で、だから僕のこういうとこ来る人ってみんな性格よく、<laughs> よくたくましいんだなと思いながら僕はこうありがたいなと思ってるんだけれどもでも多分なんだけど性格がめちゃくちゃいいというか優しい言葉だけ求めてる人って僕のスペースをパッと聞いただけできついなと思って切ってる人なんだよねで、そういう人が多分騙されるんだよねで、そういう人たちは情報詳細詐欺そんなんない けどみたいな感じで、コロッと行かれちゃうから、まあ、僕みたいな、直接スペースとか参加しなくても YouTube にそのためにアーカイブアップしたんだから、距離取れるじゃん、僕と。<笑><笑>この人ずっとこれ、誰からもお金もらってないのに5時間喋ってんだよ、みたいな、しんみり答えてんだよ、みたいなしたらちょっと何かしら変わるとは思うけどね。で、その後の話は、まあ、この方に直接 DM するから、ちょっと僕もね、グループ LINE っていうのがあって、 ですね。CD r o m でね、絵の描こう。これ以上のことを、まあやっぱり、教え、ここで教えるのはちょっと時間がね、今日もね、やっぱりあの、もう1時53分でしょ。ここでこれ以上のことを言うのは、あなたも明日専門学校だから、あなたも寝てほしいからさ。だからさ、後日さ、ちゃんとグループラインで。 きちんとあなたそのお友達には、その CD ローム <laughs> のね、分割もちゃんとあの、うちで利子あんまり高くないね、サラキンとも提携して、サラキンと言わないか、<laughs> ローンも、あの、分割払いで、1日ね、コーヒー一杯分我慢したら、プロのイラストレーターに、うん、スマホ片手で、あの、慣れる方法があるかもしれないという CD ロームがあることは確かなので、っていやつに騙されんないほんまに。 あるわけないだろ、そんなもん。どこにあるんねよ、そんなもん。5万円だからそうは言ってられるんだけど、これ50万円とか200万円とかになっていくからね。そうなった時にやっぱり取り返しつかないみたいなことになっていくし、それに巻き込まれたらさ。 情報、詳細の中に入っちゃったら自分も借金して友達に売りつけなきゃいけないみたいなことになっていって、で、友達失ったりするから、そうすると取り返しのつかないことになるから、だから、僕はやっぱり一番いいのは絵を描く友達をたくさん作ることと、あとはやっぱり行けるんだったら、うん、夜間でもいいし、通信とかでもいいんだけど、きちんとした学校にちゃんと通うっていうことが、あの、一番成功法。 だと思います。情報商材屋でプロになった人なんて見たことない。情報商材で稼げるようになったって嘘ついてる人は山ほど見たことあるけど。セミナーありますよーって言ってる人は、それで稼いでる人だからね。気をつけなね。イラストレーターの仕事で、ちなみにこれまだ10万円なわけでしょで、10万円ではなかなか暮らしていけないじゃん。 この情報商材さん月に10万円イラストで稼いで降りって書いてるけど、これどこの家賃払えるんですかそしたら。家賃払って終わりみたいな値段じゃんか。ってことはこの人、イラストの仕事でもっともっとやんなきゃいけないことがある <laughs> 日の車だと思うんだよ。本来営業もしなきゃいけないし、オリジナルも書かなきゃいけないし、この仕事も絶対締め切り守んないと10万円ぐらいだったら切られるかもしれないしって思ってるから、本来その情報商材セミナーやってる時間ないと思うんだよね。 物理的な時間の話ね。って考えるとやっぱり10万円嘘なんだよね。 一番行った時でなんか累計10万とかなんじゃないの全部、込み込みで、みたいな <laughs>。累計っていうのを車線引いて消してるんじゃないかなと思うけどね。うん。僕は新宿109の健造さんのチャンネルを教えてあげるから。イラスト系はまだ出てきてないけど、情報詳細のをいっぱい取り上げて、これはこうこうこうで嘘なんですよ、みたいなことをちゃんと説明してくれてるから、新宿109の健造さん。まあ、僕のスペース切ってとは言わないわ。怪しいしね、なんかさ、うん。こ,この話題で僕が <laughs>、これで言 言って、グループ LINE に誘い込もうもんなら、もう、客の奪い合いみたいなね。いや、僕はそんなしてないんだけど、だから、まあ、僕が言ったら怪しいので、新宿109の健造さんのチャンネル、これ面白いんだよ、とか言って、あの、見せてあげる、紹介してあげたらどうですかね。はい。じゃあ、最後、中村先生、こんばんは。スペースありがとうございます。絵を職業にしている性別、女です。過去にご依頼でイラスト制作した絵に、絵が女っぽいという理由で、 ひどいこと言うね。そんなデリカシーにないクライアントとは付き合うんでいいよ、本当に。えー、ボツになったことがあります。イラストの内容はモノクロの動物イラストで、例えばレースやフリル等の女性的なモチーフ。 は取り入れてないにもかかわらずですと私的には顔を安易に可愛く描いたつもりはなかったので、どこが女っぽいのかよくわからず、クライアントと話しても、なんか女っぽいというような回答でした。私は可愛いものが好きなので、それがにじみ出てるみたいなことなのかもしれませんが、具体的に理解してコントロールできればと思ったりするんですが、絵から受ける印象の女性的、男性的なポイントって、どういう部分なのでしょうか かあー人の絵を見て男性っぽいね、女性っぽいねって思うポイント。ディティールがめちゃくちゃ細かく描いてあったら男性的な絵だなとは思うけど、でも女性が描いてるかもしれないし、僕の絵も例えばディティールめちゃくちゃ描いてるし、多分色も男性作家にしては割と鮮やかな方だけれども女性かと思ってましたみたいなデビューした頃はよく言われてたから、会うまでね。うん。だから、 まあまあ、あんまり僕は人の絵を見て男性的だな、女性的だな、みたいなことを感じることがあってもそれが何って感じだけどね。で、どういう部分にじゃあ感じるかっていうと、 女性のイラストっていうのは、基本的に、やっぱり色が、あの、はっきりしてないというか、区切ってないというか、まあやっぱり、いわゆる、こう、少女漫画と少年漫画の絵の違いっていうのが、線が閉じてるか閉じてないかみたいなこと。で、比較的、男性の絵っていうのは線が太い。枠線っていうか、主線って言ったらいいんかな。で、女性の絵は、比較的に線が薄いというか、髪の毛の描き方とか見たら、さささって言うと、これ0.01ミリぐらいで引いてんちゃうぐらいの髪の毛の線が。 惹かれてるとか、あと、やっぱり、これは女性しか描けないんだよなぁ、と思う映画も絶対僕には無理だなぁ、って。 思うのが、髪をまとめた時の髪の流れみたいなものまで書ける。僕はシルエットは書けるんだけど、だからこうやって黒くベタっと塗りつぶしちゃってるところもあるんだけれども、長い髪の毛の流れみたいなのを書かせたら、女性の方が、やっぱり自分のことだからよく知ってるとか、例えば、ドレッサーみたいなのを書いたとして、化粧台書いたとして、そこに並んでいるものが男性は結構めちゃくちゃだけど、女性はちゃんと化粧水があったり、なんとかがあったり、缶とかがあったりみたいな、きちんとしてたりとか、 だから、身につけるものに関して、で、逆に言うと、例えば女性が男性のことをあんまり見ていない女性の方の男性の絵は、男男しい絵を描いた時に、なんか、ちょっと変な感じになるっていうか、例えば、ごっつい高級腕時計とか、うん、高級スポーツカーとか、何顔 <laughs> の財布とか、なんかわかんないよ。いわゆる男男しいみたいな感じのものを描かないで、割とこう、迷って、 ちょっとした中性的なイメージみたいな男性になりがちなのが女性かなと思うんだけれども。で、あとはやっぱり痩せてる人物をたくさん書くね。あの、女性は。 うん。おじさんとか書いたときも、やっぱり、リカちゃんのお父さんみたいな感じになっている方が結構多いので、本当のおじさんは書かないっていうか、中肉中背みたいな感じのおじさんは、ほっといたら書かないっていうかね。やっぱ、うちゃくしさんみたいな方に、こう、ベクトルが振ってある感じはするけれども、プロになったらまあ見たことないけどね。うん。アマチュアの時点だったら割とそういうのが多いから、 ここが弱点だと思って書いてみるといいんじゃないかなっていう感じかな。とにかくなんとなく女っぽいっていうのは多分線が細いっていうのと色がバキッとしてない、ボヤーンとなんかしてる部分があのー、ある。 か、それか、あの、色だね。やっぱり色が一番印象強いから、女性しか使わないっていうか、女性の広告とか女性の洋服でしか見ない色使いってあるじゃんか。男性のやっぱり、あの、広告っていうのは基本的に色あんまりないんだよね。未だにね。うん。よほど派手なあのブランドとかは違うけどね。モノクロかっこいいみたいなの、うん、が終始してるのはもうやっぱり昔からね。特に値段が高くなっていくにつれ。 だからまあそういうところで言われたのかもしれないんですけれども、でも気になるのが、やっぱりそのクライアントがこれ女性向けの商品なのか男性向けの商品なのか、どっちやったんかなっていうことが気になっていて、そこが整合性が取れたら別にいいんだけど、担当者のこれなんとなく女っぽいね、みたいな感じで、担当者の好みを言ってきてるんだったらもうそことは付き合わなくていい。 っていうかなんか言葉遣い失礼じゃない女っぽいってさ、何や思てんねんみたいな感じじゃないフェミニーだよねとか、なんか女性的な絵ですねみたいなんだけど、男でもさ、男お前男やから男っぽい言われたくないのむっとしちゃうじゃん何みたいな思うじゃんか。こういうのクライアントと僕もなし。僕はやったらもうなしやな。もう今後お付き合いしません。 失礼。もう気分悪い。あの、言わないけどね。あとはどこかな絵から受ける印象の女性的男性的っていうのはもう本当に日に日になくなっていってるけどね。でもまあ、女性が描くのはやっぱり小物が可愛かったりするね。男性はなんかかっこいいものを描きたがり、女性はやっぱりちっちゃいところに目を向けると可愛いものとか美しいものを描きたがる。だから背景描いてなんかみたいな時にお花を描いちゃうのが女性 <laughs> で、後ろに高級スポーツカーとかビルとか描いちゃうのが男性みたいな、そういうわかりやすい。 そのベクトルの話ね。無機物か有機物かみたいな話なんだけれども。だから犬描いてって言った時も可愛い犬を女性は描いたりするけれども、かっこいいとか形が正しいとかうまいみたいな方向に行っちゃうね。動物描く時に男性は。みたいな癖はあるけどね。それはやっぱり社会からこういうふうに 男だら男らしく、女だら女らしくみたいなことを言われた結果宗教みたいなもんだと思うから、そんなもんすぐに脱会できるから、そんなこと気にせずに、これから男性が好きなものとか、 比較的好きだな、こういうの私はわかんないけどっていうものもちゃんと書いてあげるみたいなことをすると、こういう、もし直していきたいんだったらね、だんだん直っていくんじゃないかなっていうようなことは、男性のイラストレーターの,の作品とかいっぱい見てみて癖つかんだらいいんじゃないですかね。僕は多分参考にならないんじゃないかなと思うけどね。僕は多分ちょうど中間ぐらいの位置にいると思うので、絵としてね、うん、多分参考にならないと思うんだけどは。はい。こんな感じで、えー、今日もマシュマロ、これにて全部。 答えさせていただきました。今日も夜遅くまでお付き合いありがとうございます、えー。告知としてはイラストノートが7月の22日。5万円もしない教材ことイラストノート。<laughs> 絵を描く人のためのメイキングマガジン。グループラインに連れ込まれないでおなじみのイラストノート。ですけど、特集号。その中にもう今日話したようなこともいっぱい書いてるし、絵もいっぱい載ってるし、メイキング 普段、あの、僕は SNS とかでメイキングはあんま載せないんだけど、そういうのもいっぱい載せてるので、ぜひ、本屋さんやネット書店とかで手に取っていただけたらと思います。まあ、そんな感じで、またちょっと時間が空いた時にスペースはやろうと思います。今日はお付き合いありがとうございました。質問してくださった方もありがとうございました。おやすみなさい。